テレ東ビズをご覧の皆様、こんにちは。ディレクターの橋本です。今日はライブ配信でお伝えします。私今ですね、幕張メッセにいまして、今こちらでですね、高機能素材ウィークという、素材の展示会が行われています。これですね、世界最大規模の素材見本市ということで、明日まで幕張メッセで開催されています。世界最高水準の技術を持つ、なんとですね、910社が集結していると。いうことで、とてつもない規模で開催されています。910社全部回るのは無理なんですけども、できるだけ多くのですね、面白い企業、面白いですね、素材を紹介していきたいなと思います。ちなみにチャット欄で質問募集していますので、いろんなブースでですね、担当者に質問投げかけるんですけども、その時に聞いてほしいこととかですね、あればチャット欄までぜひお願いいたします。じゃあもう早速参りましょう。こちらですね。ちょっと、あまりにマニアックなライブ配信なので、需要あるのかなとかなり不安なんですけれども、参りましょう。コロナ禍ということでですね、コロナ対策もバッチリということで、消毒と検温を行って入場するということですね。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、どうぞ。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、大丈夫ですかね。はい、これ会場入るとですね、これ、ね、会場案内図があるんですけど、これもうとんでもない数の企業が来てるなということが分かると思う。もうこれ見えないレベルですよね。ということで、ものすごく盛り上がっております。じゃあ早速行きましょう。ちょっとエスカレーターで、ですか。はい。ちょっと個人的に私大学院でですね、材料関係の研究をしてた関係もあって、かなりもう非常に興奮しています。非常にワクワクしています。はい、ワイシャツ上、ワイシャツちょっと、ワイシャツ中じゃない、あのベルトないんです。いや一応入れる。ベルトない。ベルトないんで、こんなもんです。いや、ちょっと逆に変なんで、はい、すいません、ちょっと映像が乱れました。はい、じゃあ早速ちょっとこちらの企業を見ていきましょうかね。こちら DIC さんですね。旧社名は大日本インキ化学工業ということで、印刷インキとか、有機顔料とか、世界トップシェアの大企業ですね。ちょっとどんな展示がある。じゃあその前にですね、上見てください、ね、サステナブルマテリアル展と書いてます。これ高機能素材ウィークと言ってますけど、その中でいろんなこう展示会がありまして、金属展とかですね、いろんなありまして、でそのうちの今はですね、サステナブルマテリアル展というところにいまして、ここはですね、やはり今一番熱い、相当ですね、企業数がありまして、そして来場者もかなり注目度が高いところで、その中でもちょっと DIC さんどんなこう出展をされているのかというところなんですけれども、話とか聞けるのかな。はい、こちらを書いていただいて、テレビ東京なんですけど、今ライブ配信してます。ちょっとお話伺っていいですかね。はい、私が注目したのはこちらなんですけれども、これは何でしょうか。はい、こちらですね、原料に植物由来の樹脂を使用した紙のような風合いのフィルムになります。紙のような。はい、かなり見えますかね、これ透かすとなんか繊維が、紙っぽい繊維がありますけど、これ紙じゃないんですか。そうなんです、紙の柄を印刷しているものにはなるんですけども、もともとその印刷前のフィルムの状態でもですね、ちょっとね、緊張しますね。紙のようなですね、はい、ちょっと曇ったフィルムを使用してまして、はい、なるほど。なるほど。これどういう目的で紙っぽくしてるんですか。ですね、はい、まずは紙、こう普通の通常の透明なプラスチックのフィルムに比べて高級感が出せるっていうところで、はい、まず一つ、そこが一番大きなポイントになります。なるほど。確かにこういうあられとか、はい、和菓子とかって結構、紙のようなもので包まれてる感じが常にあるなと思うんですけども、はい、実はこんな感じで、実は紙じゃなかったっていうのがもう広まってるんですか。そうですね、紙を使ってしまうとどうしても紙の粉が発生してしまったり、ちょっとやっぱ水に弱いとかいう部分もあるので、そういった意味では紙のように見えるこういったフィルムの需要というのはたくさんあるのかなっていうふうに考えています。和菓子以外に
応用先ってます。そうですね、この高級感を非常にご好評いただいて、贈答用のお菓子の包装とか、あとちょっと、高級レストランのおしぼりの袋とか、そういったところにご採用いただきます。ただまあ今フィルムとかってまあ環境問題とかで結構まあ大丈夫なのかっていう点があると思うんですけど、これはバイオマスで作られてるて。そうですね、はい、おっしゃる通り植物由来の原料を使用したものになります。バイオマスがこれ 20% あるんですね。はい、そうですね。なるほどですね、分かりました。これまあかなり引き合いは強いですか。そうですね、上場した時から非常にご好評いただいてます。分かりました、ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございました。すいません、はい、といった感じで、バン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 いろんな企業ですね、訪問したいなと思いまして、じゃあ次は、ここがですね、相当来場者が多いんですよね。ちょっとこちら、ライスレジン。まあ、ライスレジンはこれは、ブランド名ですね。会社名はバイオマスレジンホールディングス。バイオマスレジンホールディングスという会社さんなんですが、まあ、そのブランド名として、ライスレジン。まあ、レジンは樹脂です。ライスは米ということで、米でできた樹脂というのを売りにしている企業ということで、ちょっとお話しかな、ちょっとお待ちください。すみません、テレビ東京なんですけど、今ちょっとライブ配信しておりまして、お話を今伺える方っていらっしゃいますでしょうか。ちょっと、はい、すみません、ちょっとゆるくアポを取っているという状況でして、12時過ぎぐらいにもしかしたら来ますみたいな感じで言ってるので、ちょっと今交渉中という形で。すみません、よろしいですか。すみません、テレビ東京なんですけど、今ちょっとライブ配信しておりまして、はい、お話伺ってもよろしいですかね。ですね、はい、一緒に入らない、ちょっと俺これだからだけなんで、お二人で、すみません、じゃあちょっと商品も映るような感じでお願いできますでしょうか。ごめんなさい、上がそれだからいいですか。やってみます、まあ、やって大丈夫ですか。します、すみません、これライスレジンということで、名の通り米でできた樹脂と。はい、プラスチックですね。はい、これもですか。はい、そうです。これ、まあ、布団に入っているやつですね、はい、クッションですね。はい、とかこれもですか。これは、はい、はい、おもちゃ。なぜ米でですか。そういう意味ではプラスチック 100% でいうと、なんですか、 CO2 とかは出ますので、そういう意味での削減に寄与しようということと、あとお米自体がちょっと廃棄米であるとか、米離れみたいなのもありますので、そういう中で、米も活用できないかなということで、作っています。米が何パーぐらい入ってる。最大 70% 入っているものもありますし、それは調整が可能です。あとは、まあ、石油とかも使いつつというところで。はい、そうですね。食べられるものじゃなく、している予定だった米を活用した。はい、そうです、はい、なるほど。これなんかすごくいろんな企業とコラボをしている感じなんですけども、はい、やっぱりかなりいろんな企業さんが一緒にやりたいという要望があるんですね。そうですね、こちらから働きかけるケースもありますし、はい、企業さんからお声掛けいただいてというところと両方あります。あちらちょっと裏面になりますけども、はい、ランドセルとかもですか、はい、ちょっとすいません、すいません、ランドセル一回お借りしてもいいですか。はい、これまだ試作品なんですけれど、はい、ランドセルです。ですので、一般的なランドセルの機能と全く遜色なく使えるもので、色合いがそういう意味ではちょっとお米使ってますので、少し風味も出ますので、ちょっと僕も初めて見たらすごく素敵な商品だと思ってます。もともと米ってのはなんかプラスチックと似てる性質があったりするんですか。いえ、そんなことはないです。はい、ですのでそこは技術で本錬という技術で、今回で作っている状況です。かなりどうですか、儲かってますでしょうか。いえ、これからもう本当にこれから頑張らなければいけない会社なので、今一生懸命頑張っています。いろんな企業とコラボを呼びかけていく、はい、ということで、まさにこういう場を活用してコラボを広めていく、はい、そうです、座りたいと思ってます。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。すいません、左。よろしくお願いします。すいません。はい。ありがとうございました。はい。といった形でですね、まあ、非常にここ、まあ、サステナブルマテリアル店ということで、まあ、今まで捨てられる予定だったものをどうやって活用していくか、まあ、そういった視点のものがですね、非常に多く展示されています。ただ、まあ、一個一個ちょっと止まっていくとですね、日が暮れますんで、ピンポイントでいろいろと紹介できたらなというふうに思っています。こちらは大日本印刷さんですね。こちらもやはりリサイクルというのを打ち出していますね。はい、この辺で曲がりますかね。曲がりますね。はい、こちらは旭化成さんですね。はい、
ブループラスチックプロジェクトということで、こちらはまあプラスチックの循環っていうところにフォーカスを当てた、こちらデジタルプラットフォームを展示されていますね。はい。ということで、今回ですね、まあ、幕張メッセ、1から、ホール1からホール8までですね、連なってるんですけど、なんと今回全部使ってるということで、本当にまあ、いかにこの素材の分野が熱いかっていうのがですね、まあ、伝わるなというところなんですが、あ、こちらですね、はい、ちょっと個人的に非常に懐かしい素材がありますね、こちら、触っていいのかな、はい、こちらの、糊ではあります。刻み糊ではあります。これ、炭素繊維です。はい。炭素繊維とプラスチックを複合させた、まあ、CFRP とかって呼ばれるやつなんですけれども、こちら、未来化成さんという会社ですね。再生炭素繊維、炭素繊維をリサイクルするという会社のようなんですが、お話伺っても、あ、いいですか？すいません。ありがとうございます。こちら、はい。未来化成さん、いいですかね？大丈夫ですか？未来化成さん、どんな会社なんでしょうか？未来化成はですね、もともとは化学薬品の商社なんですけれども、今回展示しているのがですね、再生炭素繊維事業のご紹介ということで、新しくですね、メーカー機能を持とうということで、私たちのチームで立ち上げた内容になります。炭素繊維のリサイクルにフォーカスを。そうですね、はい、私どもが、例えばですけど航空機部品とかですね、メーカーさんから出てくる、CFRP の工程端材廃材を扱ってまいりまして、でそれを私どもの溶媒法というですね、化学薬品で樹脂を分解して処理して、まあ、こちらにございます通り、炭素繊維のみを、今再生してきているというところになります。この炭素繊維 CFRP っていうのは、まあ、一つの夢の素材の一つと言われていて、はい、まあ、軽くて強いということで、まあ、例えば車とかに応用すれば車の軽量化になって、まあ、より遠く走れるというようなところだと思うんですけれども、ただリサイクルっていうのは一つ課題で、あまりうまいこと言ってないっていうイメージがあったんですけれども、はい、どうなんでしょうか？そうですね、おっしゃる通り、元々はもうやはり埋め立て処分にされているものだったんですけれども、現状そのどうしてまあそのリサイクルが普及していないかと申し上げますと、やっぱりその出口ですね、どういう形にしてそのリサイクル材を使っていくかというところが、今まだ広く浸透していないというところがありますので、それで私どもとしてはそこをブレイクスルーしたいということで、まあ再生したものでもまあこういったですね、成形材料としてお使いいただけますよとかですね、要はちょっとまあこういううちわなんかを作って、この字の部分だけ炭素繊維なんですけども、よりもっとその皆様の身近なものに、炭素繊維が、なってほしいということで、まあこういう手に取りやすいようなものも試作したり、しております。炭素繊維自体は日本企業非常に強いですけれども、リサイクルは結構イギリスとかに遅れを取ってるとかっていう話を聞くんですけども、はい、いかがですか、その現状は。ですね、まあ、そこは意外と遅れてはいないのかなと思ってまして、まあ、考え方としては確かにヨーロッパは先行してるんですけれども、実態としてじゃあちゃんとリサイクルが行われているかというところでいくと、実は意外と採用事例がまだ少ないということなので、まあ、日本もそこはまだ遅れを取っていないのかなとは思います。ここ出展されてどうですか、ね、関心というか気合はいかがですか？そうですね、非常に盛況でして、ひっきりなしにお客様をお越しいただいております。ありがとうございます。すいません、急にありがとうございました。はい、ありがとうございます。といった形で、はい、質問、はい、質問をですね、チャット欄で募集しておりますので、担当者にですね、聞いてほしいことありましたら、ぜひともチャット欄までお願いいたします。はい、どんどん行きましょう。結構ですね、やっぱり炭素繊維材料っていうのも非常にこう伸びてきてるなというのを感じますけれども、はい、ありますかっていう質問が来てます。なるほど、はい、ちょっと検討しますこれ非常に遠いの気軽にちょっと行けないところもありますが、はい、こちらでちょっと検討しますので、アルメディオ社が気になりますっていう質問が来てます。はい、アルメディオカーボンナノファイバーを取り扱っているアルメディア社が気になります。アルメディア、ちょっと探せるかどうか、はい、検討します。すいません、めちゃめちゃ遠いのですいません。で、次行くとこっちで合ってますかね、どうでしょうか。はい、こっちでしたっけ、合ってますか。ちょっと迷子になりそうな感じあるんですけれども、はい、まあ、ちなみに、まあ、炭素繊維っていうのは、まあ、車に応用っていうのを考えられて、まあ、徐々に応用されているんですけども、まあ、やっぱりどうやってこう鉄を置き換えるかっていうのは非常に難しくて、つまり鉄が今できていることを全部できるのかと、まあ、例えばさっきのリサイクルもそうですし、耐雷性、つまり雷落ちても大丈夫かとか、
まあ、そういった細かいところまで一つ一つ一つ検証してクリアしていかないとなかなかまあ全体には広がっていかないという課題があるということで、まあ、各社工夫を凝らして研究開発しているという状況ですね。はい、利権ビタミンってこれは、あ、増えるわかめで同じ会社さんですね。あ、いろいろ樹脂とかも研究してるんですね。で次行くとこ大合ってましたでしょうか、豊島さんどうでしょうか。ちょっと今かなり適当に歩いちゃっておりますけれども、いかがでしょうか。はい、豊島さん合ってますかね。こちら次行くのは住友化学さんに行こうと思ってますが、え、あ、ありました、ありました。消えない位置かなとか、特殊なフィルム使わないから導入しやすいことかなとか、インクリームを使わなくなりますから、ね、SDGs に貢献できることかな。実はアンケートを取るとこちらなんですよね。スライドをちょっとご確認いただきたいんですが、このダウンサイドはい、そして続いては住友化学さん、わー、注目度高そうですね。はい、ちょっとご紹介したいのはこのまさにこの T シャツなんですけれども、ちょっと今人だかりができててなかなか厳しいですかね。ちょっとすいません、テレビ東京なんですけれども、インタビューお願い、こちらについてインタビューお願いします。あ、はい、いいですか。大丈夫です。すいません、ちょっと割り込むような形になりまして、いいですかね。はい、こちらかなり一押しの素材と聞いてますけれども、どういった素材でしょうか。これはですね、はい、熱をですね、吸ったり吐いたりできる素材で作った T シャツになっております。いわゆる蓄熱っていう、そうですね、温度調整ができる、はい、あの繊維と考えておりますね。いわゆるなんかのヒートテックとかってあると思うんですけど、それとは何が違うんですか。ヒートテックはあの冬場だけだったと思うんですけど、これは夏場でも使えますので、あのヒートテックとエアリズムを組み合わせたような、ね、素材になっているような、ね、感じになりますので、つまり今ここ結構あったかいんですけども、その状況で着ると、はい、ちょっと涼しい感じです。今ここではですね、むしろ暖かみがありますね。暖かみですか、はい、でさらに今外すごい寒いですけど、外に行くとその暖かさを維持して維持できますよね。普通であればすぐ、ね、冷えてしまうと思うんですけど、はいはいはい、あのこれはですね、この樹脂があの蓄熱剤になるんですけど、こいつがですね、熱を吸った状態で徐々に体表面側にその溜めてた熱をフィードバックするようにあの熱をパージしていきますので、あのかなりですね、温かみを継続できるような材料になっております、ね、まさにそのメカニズムが気になるんですけど、どういうメカニズムなんですか、その蓄熱のメカニズム。あの線熱を利用しておりますね、はい、線熱というのはあの物質がですね、固体から液体とか液体が気体になるっていう時に溜める熱エネルギーなんですけど、簡単に言うとその氷水の状態ですね、はい、それはもう水とあの氷が共存しているような状態なんですけど、氷水はもう0度C を一定に保つというような状況なんですけど、うちの子供ですね、まあ、見かけ上、まあ、見えないんですけど、そのまさに氷水状態になっておりまして、ちょうど液化とですね、その固体状態の中間ぐらいの材料でして、まさに熱を蓄えているような状態になるんですね。つまりあの、まあ、例えば20度のお湯を、お湯というか、まあ、水を冷やしていくと、まあ、どん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 冷えるんですけども、0度になると温度が一定になるわけですね。そうですね。で全部が固体になって初めてこう温度が下がっていく。おっしゃる通り。だからこの液体の層と固体の層が共存しているっていう状態になってるんですか。はい。どう見てもこれは固体なんですけれども、これどういう。そうですね。そこはね、あの細かいことを教えできないんですけど。はい。そこはミソなのでね。ミソ、はい。ちょっとあの不思議な。まあ、つまりこのミクロレベルではこの液体とかになってるとかそういうことですね。そうですね。要はそういうこと。要はそういうことです。なでも外形的には固体多いですけど。はい。ということで、じゃ あの耐久性とかもバッチリと。そうですね、はい、普通の洗濯体制ではございますので、普通のようにですね、あの洗濯していただいて全然あの蓄熱性能落ちるようなものではございません。はい、これもうすでに応用市販されてるんでしょうか。まだですね、これ出来上がったばかりでして、はい、応用はこれからになりますね。じゃまさにこういう服とかに応用していくという想定です、ね、はい、
これ相当引き合い関心高いなっていう感じがもう見えましたけど、ございますね。どうですか、はい、手応えは。実際本当にあの通年で使っていただける本当に新しいタイプの音調素材ですので、これからね新規素材としてどんどんね皆様に知っていただけたら採用していただけるのではないかなというふうに考えております。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、あ、はい、テレ東ビズというチャンネルで今ライブ配信中で、はい、すいません、ありがとうございます。次は、はい、といった形で今鮮熱を利用した蓄熱材料、これはヒットの予感あるんじゃないでしょうか。まあ、あのヒートテックとは また違う。ヒートテックは汗に反応しても発熱するというものですが、まあ、例えばそのヒートテックと組み合わせればその発熱したやつを長いことキープするみたいなこともまあできるんじゃないかってことだと思われます。はい、じゃあどんどん行きたいなと思いますが、ちょっと質問とかはどんな感じですかね。来てますかね。アルメディオっていうのが本当に多数、アルメディオに来てほしいという声が多数なんですね。ちょっと承知しました、検討します。どこにあるかも調べつつ行きたいなと思いますが、はい、大王製紙さん、車が置かれてますけど、一体何でしょうか。ちょっと気になります。なぜ車が置かれているのか。これはカーボン CNF ってのはカーボンナノファイバーでしょうか。これさっき紹介したカーボンとはまた違いますね。あれは CFRP というものなんですが、こちらどなたかお話聞くことはできますでしょうかね。ちょっとここは全くのアポなしなので、そうですね、どなたか、植物由来の素材で転換していきます。どなたか、おそらく CNF っていうのはカーボンナノファイバーかな。ちょっと説明がないんですけれども、すいません。あ、テレビ、あ、こっちです。あ、テレビ東京なんですけれども、すいません。ちょっと今ライブ配信してまして、ちょっとあのフラッとこれちょっと気になったので、何かなって。優しい未来を紡ぐ。すいません、本当にここはアポなし。誠意と熱意を持つ者が音を鳴す。スピーカーが、あ、ちょっとこっちですかね。はい。衛生、人生、いいですか。すいません。はい。はい、こちらは車バックで、はい。隠れちゃう。大王製紙のこちらは一体どういう、はい、なぜ車を持続可能な社会の実現に向けた、今からあの車は電動化になっていくんですけども、それでもバッテリーとかはまだ重い重い状態ですから、それをさらに車体を軽くして電燃費を上げて環境に優しいものになっていくために、我々この車にですね、セルロースナノファイバーとは、セルロースナノファイバーで作ったシート、失礼しました、カーボンナノファイバー、セルロースナノファイバー、はい、すみません、これが CNF ですね、はい、CNF なんでよく間違えられる、セルロースナノファイバー、はい、ということで木質由来、はい、我々木からパルプを作って紙を作ってます、はい、そのパルプをさらに小さくしたものでセルロースナノファイバーができます。でこのセルロースナノファイバーのシートとか、これとかセルロースナノファイバーと樹脂を混ぜたこのプラスチックとか、これ両方とも従来のものに軽くなりますから、それで自動車を軽量化して先ほどの環境に優しいのにつなげていこう。我々実績がありまして、アメリカのコロラド州であのパイクスピークインターナショナルというレースがあります。2018年からスタートして、最初はこんな小さい部品からだったんですけど、その次にはリアドアとか、はい、でさらにはどんどん増やしていって、これはちょうど2年前の約38キロ。今年はリーフの車をほとんどこうやりまして、60キロ、ここまで軽量化しました。なるほどです。まあ、こういう、はい、あの軽量化のための新素材っていうのは、まさに先ほどですね、CFRP、はい、炭素材の素材したんですけど、はい、それと比べていい点って何なんでしょう、はい、まず原料が先ほど言いましたね、森林から作ってますから、サステナブルで環境に優しいこと、それから、まあ、近年は炭素繊維もリサイクルできるようになりましたけど、もともと紙でも分かるようにセルロースナノファイバーもこうリサイクルしやすいというところがあります。それがあの一番大きなところかなと思います。複雑形状の成形っていうのはどうなんでしょう。
複雑な形状は先ほど言いました樹脂ですね、はい、樹脂のところの混ぜたやつを射出成形するとかすることでいろんな形を作っていくことができます。ここで使ってるボディで作ってるシートはやはりフラットなものですから、まあ、それを少しこう形状を変えて使うことができますが、複雑なものは樹脂の方を使ってやっていく。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご覧のスマートフォンケースは、まあ、こちらの複合材料なんですけれども、ポリプロピレン樹脂を混ぜて、未来化成さんの炭素ではなくこちらはまあセルロース、まあ、木から作るということで、まあ、よりリサイクルにも適してるんじゃないかというようなところでしたね。はい、じゃあどんどん行きましょうかね。どんどん行きましょう。はい、面白い企業がたくさんあるんですけれども、ちょっと想定とちょっと想定してた展開には今なってないんですけれども、電話をちょっとかけますでしょうかね。ちょっとですね、この辺りである方と落ち合うというですね、想定ではあったんですけれども、いらっしゃらない、いらっしゃらないのかな。ちょっと、スタッフに、電話をしていただこうと思っております。はい、はい、私が出ますか。私もいいですよね。はい、すいません、ちょっと想定と外れてちょっと焦っておりますけれども、はい、まあといった感じで、はい、大王選手さん、はい、今、あ、大王選手さんじゃなくて、いました、はい、いらっしゃいましたね。はい、あ、ちょっとすいません、想定とずれてしまいました。あ、まさにこれですね。これですよ。あ、これまさにちょっと落合さんいなかったんで、今触っちゃいましたか。触っちゃいました。まさに、もう待ってたのに、すいません、すいませんという。え、マイクですか。いいですか。マイク、はい、いいですか。マイクお願いします。すいません、はい、はい、この方いきなり誰やねんという方いると思いますけれども、 RX ジャパンというですね、この展示会を主催している広報でいらっしゃいます落合さんです。落合です。はい、よろしくお願いします。ということで、落合さんおすすめの企業っていうのをいくつか紹介していただきます。もうちょっと早く言ってもらったら僕よかったのに、すいません、突然でありがとうございます。突然ではなく、まあちょっとね、予定してたんですね。はい、ということで、じゃあこちらですね、まずですね、はい、OG 株式会社さん、おすすめです。 OG さん、はい、ぜひちょっと行きましょうか。はい、行きましょう。どんな企業なんでしょうか。この企業さんですね、はいはい、今回初出展、はい、ベンチャー企業、ベンチャー企業、はい、でもベンチャーでもものすごく会社の歴史として長い会社でして、はい、もう大勢の方来てます。何が目玉なんでしょうか。実はですね、OG さん、はい、ここ、もともと化学素材のですね、商社さんなんですけど、はい、商社だけではですね、これからの環境対応できない、はい、やっぱりメーカーさん、製造メーカーさん巻き込んでやっていかなきゃということで、卵の殻からですね、あれ今質問来てましたよね。え、卵の殻をプラスチック化しているブースはありますかという質問がですね、来てたんです。マジですか。え、まさにここですか。これ、ね、卵の殻をですね、はい、いわゆるその素材に織り込んで、はい、いわゆるまあ最近ビーガンフリーみたいなのありますけども、いわゆる動物の皮を使う、いわゆる卵の殻でね、レザーを使う。実物が、あ、プラスチックじゃなくレザーです、ね。これレザーです。これちょっと人がものすごい、いや、もうちょっとですね、ものすごいそうですね。ちょっとやっぱりすごい注目度となってるんですが、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、これがですね。はい、これですね、見てください、はい、なんとこれ本物ですね。でこれです、まさに実はね、このですね、はい、この部分、あ、ここですね、白い、これ卵の殻から作った皮なんですね。はこの部分はもちろんね、普通のあれですけども、これです。あとこれ、あ、靴もですか。靴もですか。はい、いや、皮ですね。やっぱりその卵の殻がですね、いわゆる食品工場さんから大量に出てくるそうなんですね。はい、でケーキとか他のそうですね。でこれがなかなか再利用されてない。はい、どうも 10% ぐらいらしいんですよ。でそれをうまく活用しようという大きな流れの中の一つとして彼はそう着目しました。で大体卵の殻ってご存知ですかね。学校で白線引いてた、はい、ああいうものしかないんですよ。あれか肥料、まあ、相当用途は小さい、そうですよね。でそれを彼ら目をつけまして、こういうですね、皮を、もともとそういうああいう合成のですね、繊維からですね、ちょっとこうちょっとありますけど、ちょっと見てもらっていいですか。これですね、これね、卵の殻ね、ちょっと開けましょう。
ちょっとやばいです。大体の数十ミクロン、十数ミクロンって聞いてますね。人間の髪の毛が70ミクロンぐらいですから、まあ、7分の1、8分の1ぐらいの粒ですね。これをうまくこういうですね、トウモロコシ由来の原料とか、はい、あ、いろいろ混ぜ込んでいくんですね。そうですね。こう混ぜ込んでいくんですね。なるほど。で、これまあ比率が当然重要になってくるわけですけれども、はいね、はい、でこれでですね、こういうポリウレタン樹脂を作っていくという流れになります。まあ、バイオマス度 55% とか書いてますけど、ね、まあ、半分以上が本当こういうバイオマス。そうですね。そこ、こういう、まあ、どれぐらい練り込んでいくか、この辺がまあノウハウになっていくわけですけども、こういう皮を作りました。もっと面白いのが、はい、この皮でですね、はい、なんと、これ見ててください。はい、はい。これ教えていただいていいですか。赤いですか、はい、なんと、電気つくんですよ。皮ですか。もちろんね、下に光源があるんですよね。何がどうなっってるん、何がどうなってるんですか。すごいでしょ。あ、穴があるんですかね、ちっちゃい。いわゆるね、こうね、箱で織り込んでるんですよ。はぁー、これ透過レーザー、企業秘密らしいんですけどね。へぇ、まあ今こういうものもちょっと面白いですよね。どういうところに使うんだろう。まあ例えばですよ、はい、車のですね、内装とかですね。あ、高級さも、いいですよね。まあ、ようやく開発ができて、これから提案していくらしいんですけど、今まで総合商社さん、素材をね、下ろすだけの会社さんが、もうメーカーみたいにですね、いわゆる環境対応で、これからこういう提案をしていかなきゃいけないので。これもエッグなんですね。これもエッグです。驚きですね。もうこれ全員、多分社員全員も卵ばっかり食ってると思いますよ。そんなことないと思います。すみません。はい。これこういう。はい。はい。ということで、王仁さん、ね。王仁さん。王仁さん。大阪の会社です。あ、大阪の会社。はい。はい。続いては、あと2つほどご紹介いただけると。あっと時間が。じゃあ時間が。はい。じゃあ、次。次。このですね、卵。はい、卵来ましたんで、卵の次は、卵、はい、食べ物つながりで、食べ物、はい、行かせていただくのはリンゴです。リンゴ、はい、これですね、このブースまっすぐ行きましてですね、はい、これもですね、ベンチャーさん、面白いベンチャーさんです。やっぱりこう食品を、まあ、廃棄予定の食品を使っていくっていうのはかなりのこうテーマになってきてますよね。そうですね、やはりそういう残差みたいなものをですね、はい、うまく活用したいという流れが、やっぱ海外中心に起こってきてますけども、はい、日本にもそれが、日本にもこの流れ来てますね、はい、先ほどの殻をですね、はい、レザーにしたように、はい、こちらもですね、リンゴの皮をレザーにしてるんですよ、はい、やっぱりそのビーガンレザーという流れがありますので、はい、こちらですね、小林さん、小林さん、これもベンチャーさんですね。小林さんというベンチャー企業ということで、あ、これ田中さん、はい、はい、すみません、テレビ東京です。はい、よろしくお願いします。これですね、はい、まずですね、はい、これ匂い嗅いでください。お、CO2 が出るわけ。あ、もう匂う、もう、はい、うん、あ、匂うレザーです。マスクしてるのにすんごい、いやー、すごいいい香りです。香りがします。これ、ね、車のレザーにして女の子出せたら、本当にリンゴに包まれてる感じだろ。素晴らしい。いやー、すごい香り、これもね、やっぱり青森のね、やっぱり企業さんならではの、ね、取り組みだと思うんですけど、この匂いどれぐらい持続にするの。今新しく作ったばかりでして、これからちょっと調べてくるわ。あー、なるほど、うん、まだ長期試験みたいな。これからです、まだ、はい、ほやほやです。やっぱりこれをですね、はい、ダンサーって大体ほらミックスジュースとか作ると皮でシャバシャバできますよね、はい、ああいう皮のもとをやっぱり練り込んでいくところが難しいんですよね。ああいうサラサラのものだと合成比較しやすいんですけど、材料どううまくバランスよく配合していくかというところの製造ミスがちょっとポイントになってます。これとかですか。あ、これもです。これ一応全部ですね。ここまでがリンゴの残渣を使った製品になってきて、そちらリンゴの搾りかすが入った袋になってます。はい、まあ、そちらも匂いがまだ甘いにますね、はい、こっちの方が強いですけど、そうですね、はい、この方が、ね、この辺は食器関係になってまして、はい、全てリンゴの成分が入ってます、はい、引き合いはいかがでしょうですね。結構皆さん今来場して来ていただいているお客さん反応良くてですね、面白いっていうか、はい、まあ、これを大規模に展開していく上での課題って何ですか。そうですね、やっぱり、まあ、開発中でちょっとクリアしなきゃいけない課題がまだあるんですけども、それを一つ一つ潰して、まあ、量産化していくっていうところが、まあ、一つテーマなんで。例えば一個な、そうですね、やっぱり先ほどおっしゃった混ぜやすさ、どうやって混ぜるかっていうところが、まあ、今うまくはいってるんですけど、続けていくところでやっぱり難しいところがあるんで、ちょっとそこが今課題として
としてはあるんです、はい、落ちない面白いですね。これはぜひおすすめしたい。なぜそんなことができるのか。特殊なフィルムリンゴだけじゃなくてみかんもあるんです。みかんはそれほど匂いは、まあ、配合するようにおります。白ベタ、まあ、こういう会社さん、これ今回注目の私一応しないといけないですね。ここまで来るかはなかなかないですよね。これがまあいかに持続するかっていうのがちょっとやっぱ気になるんで、ぜひちょっとまた取材しに来てください。お願いします。ありがとうございます。なぜじゃあ落ちないのか。もう一つ、もう一つまだこれはですね、今日はサステナブルテという形で、まずは CO2 がどれぐらいかとちょっと確認してください。 SDGs に貢献できつつ、さらに消えないエンジンになるってところですね。それは確認してください。ちょっとエセっていう一応私もあの関西市にあれ、はい、やらせていただいて、エセじゃないんですけど、はい、お米です。急に関西弁になるってちょっと難しいちょっと難しいです、僕もあの緊張したらダメなんです、はい、あでもさっきですね、あっちの方で、うん、あの古い米を使って樹脂にするみたいな企業を取材したね。それがね、はい、お米じゃなくてお米から出るから、ほほほ、お米の殻をですね、何に使うかというと、もみ殻、セクロンサルバイバーを実装した一般車両が現れるのは、こちらですか。もみ殻、はい、お米をね、はい、使うのは多分先ほどあったと思う、はい、色々出てるんですけど、も、はい、み殻を使った、はい、でそれをですね、お酒作ってるとこが酒造は、はい、出店してる、はい、でこれ大阪の企業です。大阪強いですね。でしかも来年1月のセスに出展するということで、アメリカの世界最大規模の技術展に出るということで、ここですね。ここですか。なんていう、吉田酒造さん、吉田酒造さんという会社さん、あそこ見てください。もうセス出展決定って、セスの展ラスベガスで、すごいところですね。なかなか行けないんですか、はい、まあ、こういうこれなんとなく食品のですね、はい、フェアみたいな感じになってますけども、はい、展示ブースになってますけども、はい、ここを見ていただきたいんですよね。ここの、あ、社長、お疲れ様です。なんか展示もあるんでしょうかね。あ、ちょっと注目度が高くて。ちょっとこっち見ましょうか。はい。すいません、ありがとうございます。ここ見てください。あ、これ社長です。あ、社長、これ社長さん。お願いします。お願いします。こちらですか。こちらです。はい、この流れですね。社長、ちょっとご説明いただいていいですか。はい、まあ、吉田酒造さんが、はい、お酒を作るために、あの美味しいお酒を作るためにはお米作りからされてるんですけども、はい、そのお米作りをされてる中でお米を作ってるんで発生するもみ殻というのが発生します。その処理に困っておられまして、そのもみ殻から私たちがシリカでありましたりカーボンとかみたいな材料を作らせていただくということで今協業させていただいております。シリカって何に使われてるんですか。はい、シリカというのはだいたい化粧品、ファンデーションや日焼け止めのベアリング剤でありましたり、半導体の風刺剤とかタイヤの硬化剤なんかに使われております。でなおかつ植物由来の農業残渣のもみ殻でございますので、カーボンニュートラル上一次加工までゼロというのが素材でございまして、はい、あれですね、はい、CO2 ゼロ、そうですね、という計算になるということですね、はい、でもっと、はい、社長時間もあれ、もっと面白いの、はい、社長これですよね、はい、あのこれもみ殻から作った、はい、あの塗料でございます、はい、でその塗料ちょっと持っていただいていいですか、はい、歩いてし曲がると思うんですけど、あ、曲がりますね、はい、でちょっとこれと同じのここにつけてるんで触っていただいていいですか。ここにされる、ここ、はい、ここに、はい、でちょっとこれ今電源にさせていただくと、すぐ温まる、温まる、はい、はい、あの従来のニクロム製の代わりになるも完全植物由来のもみ殻製の発熱塗料のカーボンでございます。発熱塗料、面白いでしょ、はい、でこれを応用すると社長これですよね、はい、あのこれをまたあの電気抵抗値を上げたカーボンで、はい、あの磁性体にしたりしてモーターの重量を半分にするみたいなことを、半分ですか、はい、半分です、軽量化につながるし、すごい大きな出力、磁力がアップする、はい、磁力がアップするんです。いや磁力じゃなくて単純にあの磁石の代わりのものも、もみ殻由来なんで作れるということ。これも重たい、ね、重たい、これが明るい、軽い、はい、まあ、こういったものも作れたりということでございます。あ、もうここまでいろんな展開を見越してるってこと、これはね面白い、もう単純にそういうものを超えたところにですね、また新しいアイデアがあって、これが今のですねものづくりかもしれない。
で実はあのもみ殻っていうのは農家さんにとって非常に厄介ものでございまして、はい、どう処分してたんですか今まで。あの皆さん実は今もう処分しようがなくて土に混ぜても実は腐らなくてですね。え腐らない。実は結構はい、農業法人さんなんかでいうと年間数千万の処理費用がかかっているというものになりますので、わざわざそれが私たちを逆に材料要は一次産業の残差を二次産業のマテリアにするという取り組みをさせていただいておりますので、まあ、そういったものっていうのは実はあんまりされておらないので非常に珍しい取り組みということで今、はい、おかげさまでいろんなとこからお声掛けをいただいております。吉田酒造さんの何の技術がなぜ他社はできないんですか、ね、いやあの吉田酒造さんは単純に お酒作りのためにお米も作られておられて、そのお米の作るともみ殻がどうしても発生しますんで、それとコラボしてる、ね、はい、吉田社長がも吉田社長もらいます。なるほどなるほど、そういうことで、そこで本当にその技術は時間的会社から提供していただいて、そうそう、ね、循環型社会を作ることっていうことになるのと、まあ、これ全部日本国内で終わりますんで、あのシリカとかっていうのも今完全にあの海外産の輸入物の鉱物が使われてるんですけども、これをすることによって完全に国内の植物由来の循環型な商品が作れるという形になります。よろしい、はい、素晴らしい、この取り組みも素晴らしいけどこれも面白い、はい、そうですね、ありがとうございます、すいません、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、すごい、まあ、いずれも今まで捨てられていた食品っていうのを活用していく、もし今回食品できました、はいはい、ちょっとお時間かもしれませんが、もしもう一個、もう一個だけ、はい、これちょっと面白いんですよ、はい、ちょっと食品というよりかはおそらくですね、はい、これも例えば日本もですね、はい、やっぱ森や山が多いですよね、はいはい、こういう資源の中ですね、木ですよね、木、はい、木ってものすごくこう大事なものではあるんですけども、はい、やっぱりそのどん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 こうどうですよね、捨てるにやっぱり捨てると二酸化炭素も発生しますし、はい、この木をですね、はい、うまく活用できないかなということで取り組んでる会社さんがあるんです、はい、まあ、ちょっと大きな会社さんなんですけれども、はい、ただやってることが非常にまあ何でしょうね、地道にやってらっしゃって、ちょっとこっちですね、すいませんね、この、はい、もうあと、20メートル、はい、あのちょっと硬いダイセルさんなんですね、この DNP さんはちょうどこの向かいにありますけどね、木をね溶かすといろんなものに使えるんですけど、ちょっと面白いダイセルさん、はい、この木をですね溶かしてそれを再利用するときに、こんな木ってこんなことできるのというようなデモがありまして、ちょっとですねこちらですね、会社名は会社名は ダイセルさんですね、ダイセルさんですね、ダイセル未来図株式会社さんですね、ダイセル、ダイセルさん、あっちですね、はい、あ、ダイセルさんです、ダイセルさん、はい、これも大阪の会社です、ね、大阪あの別に何もないですけど、何もないですか、何とかも、でもこの、ね、社長のこのビデオでなかなかね、はい、ぜひあのホームページ見てください、あ、そうですか、もう本当に大阪人ですけど、はい、で、この中の、はい、ですね、環境対応の技術だとか取り組みなされている中でですね、はい、ちょっと面白かったかな、はい、このバイオマスバリューチェーンと呼んでるんですけども、はい、いわゆる木ですね、いろんなその木をですね、使えなくなった古い木とか、まあ、捨てる木をですね、集めてこれを溶かして、で溶かしてもう一回木として使うという、ん成形し直すっていうことですか、で溶液で木を溶かすんですね、はい、こういう絵がありますね、はい、でこういう中でですねいろんな木があります、でこれを例えばその溶液で溶かしてこういう木、まあ、いわゆるペーパーにすることが再利用できます、なるほど、で一番面白いのがですね今ちょうどですねちょっといいですね、ちょっとお待ちください、これね、その溶かした木を表面に塗装してるんですけど、はい、なんと、おお、でもなぜ？だからこの中にも磁性体混ぜてあるので、混ぜてるんですね。木が作るんですよ。でこういうね、面白くないですか？これ面白いと思います。あそこたくさんありますか、ね。これ表面だけ？これ表面だけ。これ塗ってるだけなんです。あ、なるほどなるほど。あ、これあっち。
これをスパラケさせられて中にいわゆる磁石を混ぜてるんで、こういう形ですけど、すごい、そうね、バイオマスバリューチェーン今、大学の先生と一緒に共同開発をしてて、はい、でまあ、こういう取り組みを仲間を増やしていこうということで今回やってますという新しいものづくり生まれるかもしれません。ありがとうございます。すいません、すいません、なんかあの関西の企業ばっかりでしたけど面白いことでした。もっとシャープ、はい、シャープですね。だからここに出店する側だったですかね。あ、出てます、出てます、あ、出てます、出てます。なるほど、昔は出店する側でしたが今はこっちを主催してると、はい、ありがとうございます、はい、ということで、これ、このですね、あの技術展を主催している RX ジャパンの落合さんにいくつか注目の技術、ぜひください、はいはいはい、すいません、ありがとうございました。はい、マイクを取っていただいて、はい、すいません、はい、引き続き この後ですね、また一人でですね、いろいろと回っていきたいと思いますが、ちょっと予定のないところに来てしまったのでかなり迷子気味でなんですけれども、どうしましょうか。はい、次は何でしたっけ、何でしたっけ、あ、月岡フィルムですね。ちょっと待ってください、すみません、はい、月岡フィルム、これですね、これですね、はいはい、では引き続きですね、いろいろと面白い企業を紹介していきたいなと思っております。はい、続いてはちょっと聞いたこともないような会社かもしれませんが、まあ、面白い技術紹介、あ、あちらですね、ちょっと開始45分ぐらいですが、ちょっと疲れてきましたけれども頑張っていきます。はい、まあ、いろいろ映してますね。はい、あ、来ましたね、来ました、月岡フィルム製薬ですね。月岡フィルム製薬という会社さんなんですが、製薬ということなんですが、なんかいろいろとチンして溶けるセパレートフィルム、何ですかね、お鍋にチン、ちょっとお話を聞いてみたいなと思うんですが、今ご対応いただける方はいないのかな、今はちょっとお忙しいので、代わりに私が紹介をしようと思うんですけれども、ちょっと横から失礼します、すいません、ちょっとテレビ東京です、すいません、ちょっと、はい、お邪魔しております。あ、一人でやりますね、全然大丈夫です、大丈夫です、すいません、こちらですね、あ、ちょっとライブ配信しておりまして、すいません、ちょっと多分ご対応中だと思うので、すいません、続けていただいて、すいません、あ、でももしかしてたまたま、あ、そうですね、ご対応中ということで、こちら、まあ、パスタを結束する、まあ、フィルムですけれども、これ外さずそのままお鍋にトンとできると、あ、お話聞いてもいいですか、テレビ東京なんですけども、すいません、途中まで私が何か紹介したとしてしまったんですけども、こちらそのまま鍋に入れちゃっても OK と。そうですね、可食性の原料でできていまして、はい、お湯に入れると溶けますので、ちょっと動画を見ていただくといいと思います。はいはいはい、はい、ちょっと流れるまでしばらくまだちょっとお鍋の中に入れて、はい、あちらですね、そのままパサッと溶けていきますので、茹でた後には何も残らないですし、あ、もう溶けてなくなる、そうですね、お湯の中に溶けていきます。ですので、はい、茹でた麺類の味を変えることもありませんし、はい、味はしない、そうですね、なるほど。月岡製薬という会社さんは、はい、どんなことを作ってらっしゃるんですか。そうですね、はい、弊社もともとこういった箔押しといって、紙やパッケージ類にこのキラキラした加工をする技術から発展していまして、はい、あれ製薬、そうなんです、はい、製薬企業がついているんですけれども、はい、ここから発展して食べられるフィルムに事業を広げております。なるほど、で食べられるフィルムを作る際に中身に有効成分を入れたら医薬品にできるのではないかというところから、医薬品の事業が創業しています。じゃあ医薬品も今は、まあ、メインでやる。そうですね、医薬品の事業と食品の事業と化粧品の事業を全て行っているんですけれども、はい、食品の方が今は売り上げが多い。あ、そうなんですか、はい、これはもうすでに世に出てるんですか。こちらは、今はまだ開発の最終段階にはなるんですけれども、今後発売する予定もございますので、
なるほど。じゃあ実際にこういう、あの本当にこういう形でスーパーに並ぶ可能性があるというところですね。こちらは今結束機のメーカーさんと共同で開発を進めておりまして、この弊社のフィルムとあの機械の方の適性を今確認を進めているところです。ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございました。すいません、本当急に、はい、ありがとうございました。あ、今はまさに勝手にバーッと本社が広がっていったということですね。結束のSDGs の関心が高まる、はい、すいません、ありがとうございました。はい、ということで、ちょっと、わかりました。はい、といった形で、まあ、そう、地味に嬉しい機能というかですね、まあ、あの個人的にあの過去に2回ぐらいですね、あのちょ何も考えずにこのフィルムがついたままお湯にパスタを入れちゃったことがありまして、ですぐに引き上げてこう開けようと思ったらもう火傷したみたいなことがあったんで、まあ、ちょっと視聴者の皆さんもそういう経験あると思うんですけれども、まあ、そういった感じがもう手間いらずでポンと入れれば溶けてしまうということで、これは個人的には非常に嬉しいですね、技術ですよね、といった感じで、続いてはどちらに参りましょうかね。はい、ちょっと早くですね。はい、わかりました。本当に広いのでちょっと早めに移動させていただきます。続いての企業は創生を有する形状のブックオフ、ブックオフさんがなんか出展されてますけれども、なるほどなるほど、今ね、まあバンバン捨ててた CD や DVD からプラスチックを作るということをやってるそうですよ。なんでブックオフがここにという感じですけれども、なるほど、安定した供給体制と、まあ、いっぱい捨ててるっていうのを逆手にとって安定した供給体制と歌っておりますが、まあブックオフさんが出展してるっても驚きですが、私が注目するのはこちらですね。よろしいですかね。すみません、テレビ東京なんですけれども、あ、すみません、テレビ東京なんです。今ライブ配信しておりまして、ちょっとお話よろしいですか。ありがとうございます。はい、ちょっとすみません、急に申し訳ないです。こちら日本材料技研という会社さんです。まあベンチャー企業さんなんですが、ちょっと個人的には気になったのは、まさに今ちょっとご対応したと思うんですけども、不熱膨張材料。これ何ですか。というものなんですけれども。はい、これあの温めたら縮むというですね、特性を持っている材料になります。でビスマスとニッケルと鉄というですね、金属の酸化物があの、混じったものでして、でこれあの東京工業大学の方でですね、発明されて、で我々の方でですね、共同開発契約を結ばせていただいて、あとあの神奈川県の産業技術総合研究機関と一緒になってですね、社会実装に向けて取り組んでいるものになります。温めたら、まあ、基本的には膨張します、ね。はい、そうですね、膨らむ。それは逆に不熱膨張ですから、はい、縮むんです。縮むと、でこれがあの一定の温度帯でですね、ぐっと縮む。その縮み方の幅が非常に大きいというのが特徴でございまして、でこれがあの、まあ、要は熱で膨張してですね、それを収縮を繰り返すことでクラックが起きたりするような、そういった問題を解決するために使われるのではないかということで注目を集めている材料になります。あの熱を加えると膨張する普通の材料にこれをいい感じに混ぜると膨張しない、あのというかあの大きさが変わらない材料に変化する。そうですね、まさに相殺することができる、膨張を相殺するような使い方が考えられるという非常に面白い材料です。でちょっとこれメカニズムがどうなってるのかなって気になるんですが、はい、これがなかなかビジュアルで、あのご説明するのが難しいんですが、あれとか使って、こちらを映していただけると、はい、ちょうど今いいタイミングかもしれません。はい、何でしょう。このペロブスカイト構造というですね、はい、特徴のある構造の結晶になっていて、このビスマスとニッケルの間でですね、電子のやり取りをすることで、はいはい、でそれによってこの結晶の構造自体がですね、ぐっと縮んでいくと。これが温度が上がると縮む、そして温度が下がるとまた戻ると。これです、ね、ニッケルが2プラスから3プラスになる、はい、でそれによってなんで縮むんでしょうか。はい、であのこうなった時に酸素の原子がです、ね、引っ張られることで、でこの結晶格子全体がです、ね、収縮するということが起きる。プラスのニッケルとマイナスの酸素があって、でニッケルのプラスがより強くなる、よってギュッとこの結合の力が強くなって距離が縮まるということです。はい、なるほどです。ということでこの、はい、あともう一つ面白いのが、いろんな温度帯でですね、この変化するタイミングというのをずらすということができますので、この作り分けることによっていろんなグレードも開発できるかと思っています。材料の配合によって何度から何度でこう、はい、収縮して膨張になるかっていうのを決められるということです。
なるほど。そもそも日本材料機器さんどんな会社さんなんでしょうか。はい、我々はですね、この世の中で面白い技術で社会実装されてないものを世に出すように取り組んでいる会社でございまして、まあ、大学ですとかそれから企業様の休眠特許こういったものをですねライセンスを受けまして、でその開発のところを推進しております。素材ベンチャー。はい、なるほど。ちなみにあれですよね、下調べによると、まあ、他にもいろいろ膨張の材料がありますけれども、こちらはその膨張率が一番、はい、一番高いと。そうですね、あのそこが反応する温度帯での膨張率が非常に高いというのが特性になってまいります。なるほど、わかりました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで風の熱膨張率を持つ材料というのはありました。はい、まあ、なかなかないな、非常に興味深い展示でしたね。はい、続いてどこ行きましょうか。はい、視聴者より頭フル回転でしょうからね、頑張ってください。ありがとうございます。ちょっとライブ配信初めてだ、本当に何喋っていいかっていう感じなんですけども、はい、あ、実は、はい、はい、続いては三菱マテリアルさんは確か、あちらですね、あちらですね。はい、JFE スチール製の電磁鋼板はトヨタ。はい、まあ、実はあの JX 金属さんも負の熱膨張率を持つ材料、こちらもあの発表してあります、はい、が続いてはこちらに行きたいなと思っておりまして、こちらはご担当者さんがいれば行こうかなと。あ、はい、よろしいですか。はい、すみません、はいはい、なかなかちょっと後ろの音が大丈夫でしょうかね。いけそうですか。大きいですけど、大丈夫ですかね。はい、こちら三菱、こちら大丈夫、これが三菱。はい、三菱マテリアルさんの推しはこれだと聞いてるんですけど、何でしょうか。MOFCHR という材料で、はいはい、あの従来の無酸素銅よりあの高強度、はい、あと、高耐熱性っていうのを、実現した、銅となっております。まず無酸素銅っていうのは、はいはい、まあ、あの三菱マテリアさんが強いやつなんですけど、はい、課題があったということなんですね。はい、結構使われるお客様であの製造工程中に熱がかかってしまって柔らかくなってしまうと、そこが課題にされている部分、あとは、純銅ってやっぱり強度がないっていうのが課題で、はい、まあ、そこが、はい、導電率はかなりいいけれども、はい、機械的特性というか、まあ、強度が弱いという特徴があった。その弱点を補ったということですね。そうですね、はい、どうやって補ったんだ。もうそこは、その三菱マテリアル の、はい、その無酸素銅を作る技術と、あと合金設計の技術を、これを合わせることによって実現をいたしました。無酸素銅ってことはもうほぼほぼ銅だと思うんですけど、はい、これは合金、その間を取っていると言いますか、はい、まあ、細かいことは言えない、はい、そうです、はい、でこれどういったところに使われていくんでしょうか。使うところとしては、はい、本当に、さまざまなところで使われることができる可能性を秘めていると、はい、ということで、まずあの、はい、ここに示しているような、あの自動車系で使われるあの充電用の EV とかで使われる充電用のところ、はい、あとは、電気を、通すような、ECU とかそういった、あと電池の、バスバーとかそういったところで、あとは、ハーネスの、大型高圧の端子ですね、はい、でそういったところで、こういった錠剤だけではなくて、あの防剤とか、洗剤っていうのもご提供できますので、はい、この他にもさまざまな用途があると、というふうに考えております。まあ、これ電動化がこう進展している中ではかなり需要高いんじゃないでしょうか。はい、そうですね、はい、もうかなり、いろんなところ、いろんな業界さんから、今無酸素銅で困っているところということで、あのお付き合いとかはいただいて。無酸素銅ってなんか日本企業強いんですか。そう、日本が強いと思います。はい、その中でも三菱マテリアルさんはさらに一歩先を行くようなものを作ったということですね。わ、はいはい、かりました。はい、ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。まだ、はい、あっち見えますかね。ホール3です。ホール8まであります。全然、20% もいってないっていう感じなんですけれども、はい、じゃあどんどん行きましょう。続いては、続いて、ああ見えましたね。
日本製鉄さん行きましょうか。日本製鉄さん行きましょうか。はい、まあ、なんかものすごくかっこいいチタン材料とかもありますけれども、中でもおすすめ、すいませんテレビ東京なんですけれども、すいませんお世話になる、ちょっとライブ配信中なんですけれども、お話を伺ってもよろしいですか。お願いします。いいですか。あ、今まさにこう説明してるこれ、ペルーチェってやつですよね、はい、これがあの一押しだと伺ってるんですが、はい、こちらどんな特徴があるんでしょうか。はい、今ご説明させていただいております。はい、今もうライブ配信中です。あ、はい、あの実はあの2020年に、はい、あのグッドデザイン賞をいただいた商品でございまして、はい、実はですね、あの、はい、最大のミソはですね、はい、電気アイメッキ鋼板ということなんですけども、はい、あの通常の電気アイメッキ鋼板ってご覧になった方あるかと思いますけど、はい、こういったくすんだあの灰色のですね、外観、これは通常の電気鋼板、はい、ここにですね、はい、衣装を発現させたというのが最大の特徴で、デザイン、はい、はい、で実はこれ電気アイメッキ鋼板の上にですね、こういうフローがあるんですけども、はい、メッキした後にですねブラシ装置で表面を検索することによって、はい、こういった金属鋼板、金属管というのが発現した ステンレスですか。いや違います、電気アイメッキ鋼板なのでステンレスっぽい感じなんです、ね、そうです、外観的にはですね、はい、ステンレスのようなものなんですけど、ステンレスとは違います。電気アイメッキ鋼板なんです。あ、ステンレスじゃないけれども、ステンレスっぽくて、はいはい、お安いとか。まあ、あの価格も、あと、上がってますけども、はい、ステンレスよりは、あのお安くご提供。ペルーチェがあたり、はい、ということですね。はい、で、はい、こういった衣装を発現させたのが最大の特徴で、これ何の目的でやられてるんですか。お客様とですね、はい、我々いろんな、あの、すでに、あの、いろんなところで、あの、鋼板というのをご提供させていただいてるんですけども、衣装製鋼板ということで言えばですね、かつてあの塗装鋼板ですとかラミネート鋼板ございますけれども、なかなかですね、あの金属そのものの風合いを生かしたようなですね、材料がないというのが我々お客様、特にデザイナーのですね方のそういったご意見をいただき、これもです、はい、全部あのご品のサンプルなので、はい、まあ、そういったお客様の声をいただいてですね、まあ、しかしたらあのこうメッキ表面でですね、そういった衣装を発現することによって金属そのもののですね、外観を生かすことができるんじゃないかといったことで、あの開発に着手してですね、で、あのまああのこういったことが評価されてですね、あの一昨年にグッドデザイン賞をいただいたと、まあ、こんな商品でございます。つまりメーカーからすれば材料を仕入れて、はい、そこに塗装とかして製品に仕上げるんだけれども、はい、それを不要で、はい、そのためにかっこよくしてると元から、まさにあのこのままですね、あと加工すれば実際にもお使いいただいているということで、こちらはまあ採用事例もこちらにございますけども、あの業務用洗濯機のですね、あのアクア様に、まあ、コインランドリーですねのところで、あのご採用いただいてまして、この洗濯機の材料もまんまフロントパネルなんですけども、アクア様のところではこう加工していただいて、はい、このまんまというんですね、はい、これを加工していただいてご採用いただいて、なるほど、ということでございます。どうですか、関心は、引き合いはいかがですか。あのもうすでにですね、あのもう200社近いですね、はい、お客様の方から、はいはい、あの引き合いあのいただいてまして、順次あの我々の方もですね、あのサンプル材の方を提供させていただいて、あのトライの方ですね、あのやってご評価いただいているところなので、あの採用事例もですね、まあ、ここにアクア様もありますけれども、はい、少しずつ積み上がってきてますし、あの我々のあの各班のですね、あの最重要の商品としてですね、今後あの注力していきたい、まあ、そういうふうに思っております。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、といったところでですね、まあ、ここもあのサステナブルマテリアル展のまあ一つとして、まあ、やはりですね、まあ、ただかっこいいだけじゃなくて、まあ、なんでかっこよくしたかというと、今までまあ CO2 とかいろいろ使っていたあの塗装とかの工程を省けますよと、まあ、そういう観点でこのサステナブルマテリアル展にこう出展しているということですね。はい、ではどんどん行きましょう。はい、ちょっとここで一旦あのアルメディオ社さんのコメントが非常に多いということで、一体どこにあるのかというのをちょっと調べた方が良さそうな、アルメディオさんっていうのあります？近くにあります？三菱さんの近くに、三菱、はい、後で行きますので、アルメディオさん何の会社さんかもちょっと知らずなんですけれども、はい、後で行きたいと思っております。はい、では続いてどんどん行きましょうという、あ、ちょっとすみません、この辺でもうお気づきの方いると思いますけれども、あのフロアディレクターの豊島さんでございます。はい、あの普段はあの前に出てバンバンやってます。はい、はい、普段あのモーニングサテライトのキャスターとか、まあ、前に出ていらっしゃるんですけど、ちょっとあの
人不足ということでですね、このフロアディレクターというのはちょっとなかなか今日捕まらなかったということで、ちょっと豊島さんに来ていただいているという感じでございます。はい、はい、分かりました。かなり本当にライブ配信も組まれてますので、いろいろ教えていただきたいと思います。はい、では続いては、はい、ようやく、はい、ホールさんを抜けるということで、はい、ここにあの壁がありますけど、さらに奥にありますから、そしてもう一つ先にもあるんで、本当に1日じゃ回れないレベルなので、ちょっと早歩きでここは行きましょうか。はい、どんどん紹介していきたいなと思っております。はい、改めてですが、今幕張メッセからライブ中継しておりますが、幕張メッセからライブ中継しております。高機能素材ウィークというですね、910社というとてつもない数が集結しております。まあ、最新の素材技術が一度に集結しているという形ですね。これ世界最大級ということで、本当に賑わってますね。本当に10月にですね、シーテック、まあ、あの技術展イコール、まあ、シーテックみたいな感じあると思うんですけど、まあ、それでシーテックっていうのは各社がまあこぞって取り上げるということで、皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ、10月に私も行きまして、取材したんですけれども、正直ですね、ちょっと規模ちっちゃいなって正直な感想としては思いました。その時はですね、ブース4、あ、ホール4からホール8まで、でちょっともう正直1日で回れるなっていう感じの印象だったんですけど、今回はもう1から8までなんで、とんでもない規模で開催されてます。はい、あっちですね。まあ、もともとシーテックっていうのは家電の見本市ということで立ち上がってきたものなんですけども、まあ、残念ながら日本企業の世界でのですね、家電メーカーの存在感の低下とともにどんどん縮小傾向で、まあ、最近はもう家電の見本市と言わずに、まあ、IT の見本市というふうな名前を変えているという形なんですが、一方この素材の技術展というのは、まあ、まだまだ日本が強いということで、このような大きな規模で開催されているということですね。はい、続いてはどこに行くのかなというところですけれども、あ、はい、こちらですね、リンレイさんという会社ですね。はい、すいません、テレビ東京なんですけれども、ちょっとライブ配信は、はい、ちょっと待っておきます、申し訳ありません。はい、そうですね、今ライブ配信をしておりまして、話ちょっと上のものが今あれなので、上のものがいるので、じゃあ上の方に相談いただいてからということで、はい、はい、承知しました。はい、ちょっと最近はちょっと調整をしていただいたのでということなので、近くに他の企業さんがあればそこを行くという手もありますが、ちょっと遠いですかね。はい、こちらはどういった会社さんかというところなんですが、まあ、清掃関連の歯医者さんが聞いていますけれども、どうしましょうかね。はい、先鍋ハイテク、鍋屋ハイテクさん行きますかね。あ、ちょっと待ってください、少々お待ちください。ちょっと本当各社ですね、ゆるーくアポを取ってるというような感じで、おそらく行きますよぐらいのことしかやってないので、ちょっとですね今調整をしていただいているというような状況で、はい、あ、よろしいですか、すみません、急に申し訳ないです、テレビ東京なんですけど、今ちょっとライブ配信をしておりまして、はい、こちらまず銀姉さん、どういった会社さんなんでしょうか。床のワックスだとか洗剤なんかのですね、はいはい、製造販売をしているメーカーになります、はい、なるほど。ちょっといろいろと展示されてるんですけれども、あ、よろしいですか。ちょっと待ってください。あ、中は入らない方がいいですか。わかりました。じゃあこちらでってことですかね。あ、わかりました。じゃあこちらでお話を聞く形。あ、もう、あ、失礼しました。はい、ということで失礼いたしました。はい、ちょっとアポがうまく取れておらず失礼いたしました。はい、続いてのブースに参りたいと思います。はい、こちら今何のエリアでしょうかね。こちらは、まあ、先ほどまではですね、サステナブルマテリアル店というところでしたけど、今はフィルムテックジャパンというエリアにおそらく来てますかね。はい、
続いてはそうですね、でその次はセラミックスジャパンというところに向かっています、まあ、セラミックスの技術が集結したところですね、そちらへ向かっております。はい、方向としては合ってますでしょうか、豊島さん。まあ、いろいろ通路にあるブースも映していただきながら、はい、あ、そうですね、セラミックのエリアに来ましたね。よろしいですね、合ってますでしょうか、ちょっと自信なくなってきました、ちょっとお待ちください。今ちょっとお待ちください、はい、セラミック店に来ておりますね。なので場所は合ってると思うんですけれども、少々お待ちくださ、はい、ちょっと見失っておりますね。今ここは少々お待ちください、ちょっと焦っておりますが、島津があるところ、ちょっとお待ちください、ちょっとお待ちくださいね、これ、あ、近くにありますね、近くにございます、近くにございます、はい、J テクトサーモの近くの、あ、ありました、ありました、はい、続いてはですね、 NBK と書かれてますが、鍋屋バイテックさんですかね、はい、こちらに、すみません、テレビ東京なんですけれども、すみません、今ライブ配信しておりまして、ちょっとお話よろしいですかね。こちらネジです、炭化ケイ素ネジというものなんですが、何なんでしょうか、これは。セラミックス、焼き物でできたあのネジになります、はい、なぜ焼き物で、金属じゃなく焼き物なんでしょうか。薬品ですとか、はい、熱にですね、大変強い素材ということもありましてですね、はい、あと軽量にもあの寄与するような、そういったあの素材になります。あの炭化ケイ素で、まあ、SIC と書かれるもので、SIC、はい、かなり硬い材料だと思うんですけれども、そうですね、まあ、そのために加工が大変で、こういう形にするの大変で、はい、めちゃめちゃ高価だっていう印象あるんですけれども、はい、大丈夫なんですか、そんなコストっていうのは。あの、私どもはですね、はい、金属加工の、まあ、大変得意なメーカーというのもありましてですね、はい、そのノウハウを生かした形で、あのセラミックスの方の加工の方も行っております、まあ、その分ですね、あのノウハウの方も、はい、あの生かされるということなんですね、コスト的にもあのかなり有利なあのものになります。鍋屋バイテックさんは金属加工の会社さん。そうでございますね。あの金属の加工があの、まあ、得意な分野で。ただこれは金属ではなくセラミックですよね。そうですね、はい、その技術が応用されたということですか。そうでございますね、はい、全く違う畑の技術だと思うんですけれども、そうですね、どういうことなんでしょうか。はい、ですね、あの用途の部分になりますけども、あの、まあ、こちらの方にもあるんですけども、半導体ですとか電子部品の関係、そちらの方の、客先、はい、そういったところにですね、はい、金属の方の技術を納めさせていただいておったんですけども、薬品のあの部分ですね、その対薬品性というところでですね、やはり金属ですとなかなかあの、酸化されてあの錆びるというような現象があるんですけども、そういったところではですね、セラミックスの方がより強いということですね。でさらにこの炭化ケイ素というものはですね、その、セラミックスの素材の中でもあの、首一つあの上の、素材になりますので、一番適するのではないかということもあってですね、あの炭化ケイ素を採用させていただいております。引き合いというか、これ今もう世に出てるんでしょうか。そうでございますね、あの、カタログの方のモデルとしてですね、はい、あの弊社の方の扱い、あの、標準の扱いとさせてはいただいております。ただですね、あの、まあ、いろんな形状形のものですねを作るということになりますと、あるいはですね、あのオーダーメイドの部分は結構大きくてですね、一つ一つですね、あのお客様の要望に応える形の形状になってきます。なるほど、重ねての質問なんですけど、これもあのセラミック系の企業ですね、多分頑張って加工をどうやって安くしようって頑張ってると思うんですけど、それでもまあ効果になってると思うんですが、ね、世の中的には、その別の畑の金属メーカー、金属加工の会社の鍋屋バイテックさんがもっと安く
加工できたってことですか。そうですね、まだまだ、スタディ的な部分が大きいので、これからまだまだ下げる必要はあると思うんですけども、コストですね、そのあたりはですね、まだ見込めると、低くできるというふうに思っておりますけども、ありがとうございます。はい、わかりました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、ということで、炭化ケイ素ネジというのを見たこともないような新素材も、新材料も、このように展示されていると。炭化ケイ素、SIC、シリコンカーバイドとかとも呼ばれますけれども、これはダイヤモンドの次に硬いということで、材料費自体は安いんですけれども、加工費にバカ高いお金がかかるということで、一般に高価なものというふうに言われていて、これはパワー半導体っていう大電流を処理する半導体の次世代の材料としても注目されているんですけれども、加工費どうやって下げていくかっていうのが課題になっているということなんですよね。はい。で、ちょっと豊島さんが迷子に、あれ豊島さんがいなくなった、あれちょっとお待ちください。豊島さんがいなくなってしまったんですけれども、はい、気にせず参りましょうか。はい、気にせず参りましょう。大丈夫でしょうか。はい、どんどん参りたいと思います。まだまだホール5までしか来てませんので、まだまだ紹介したい企業がたくさんございます。はい、豊島さんがちょっと心配でございますが、はい、気にせず参りたいと思います。こちらは今は何のブースですかね。プラスチック店というところに来ましたね。プラスチック関係の素材、関連技術が集結しているところとなっておりますね。はい、はい、じゃあ今行きますか。はい、豊島さん戻ってきましたけども、コメント欄にあったアルメディオさん、ちょっとコメント、インタビューは無理なんですけれども、ブースには行けるということで、あ、近くにありましたね。はい、行ってみたいと思います。ちょっとね、インタビューできないとなかなか内容をわからないんですが、あ、なるほど、こちらもカーボンの企業ですね。カーボンの企業でございますね。はい、あ、カーボンナノファイバーですね。はい、あ、代わりにありがとうございます。はい、航空機の塗料と塗料に関して再化された粒子の相当小さいものを作れて、ナノレベルのもの、あ、マイクロレベルですね。マイクロレベル、はい、自動車部品だったり、はい、塗料だったりのに応用するというのが今すごく注目されて、ちょっと特に株式市場でめちゃくちゃ注目されてたりとか。アルメディア、まず豊島さんも来たことある。そうですね、ちょっとね、ちょっと担当者の方、そう、今ちょっと今日は急だったので、そうですね、はい、はい、結構多くの方いらっしゃる。ちょっとじゃあしばらくブースを移していただいて、はい、今コメント欄から要望のありましたアルメディオさんのブースに来ております。高機能のカーボンナノファイバーを展示されていますね。塗料などの活用と、導電性とか書いてますね。いろんなこう、物理的特性も有しているというところです、ね、今までになかった、はい、ものを実現しているのがこの一番左。なるほど。ちょっとあまり専門的なことを言うとちょっと事故るかもしれない。そうですね。ちょっとやめてきましょうか。じゃあはい。といった形で、はい、いかがだった。すみません。ちょっとインタビュー聞けなかったね。詳しい内容は聞けなかったんですけれども、はい、ご紹介できたかなと思います。では続いて参りましょう。はい、どんどん行きましょう。あ、もうこの辺りかなり。なんですかね、炭素繊維とか非常に多いような感じがありますが、これはセルロースナノファイバーでしょうかね。これは CNN ということで、セルロースナノファイバーということで、ここは高機能樹脂ゾーンということですね。これちょっと後でまた戻ってくる予定、コールドジェットテック。はい。はい。あ、
ちょっとその前に後で行こうと思ってたところがあったのでよろしいですかね。すいません、あのテレビ東京なんですけれども、今ちょっとあのライブ配信ネット上でやっておりまして、お話を気になるんですが伺ってもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。すいません、本当に急で申し訳ない。はい、こちら CFRP、まあ、あの他のブースにもありましたけど、これ炭素繊維複合材料と炭素 と、はい、プラスチックを複合させた材料ということですけれども、はい、あれが、あれが、まあ、見たことない振動減衰性のモデルでして、はい、先端を弾いてどれが一番早く振動が収まるかというものを表したモデルですね。はい、上側が炭素繊維、上の4つが CFRP を使用したもので、はい、下の2つがアルミとステンレスです、ね。はい、まあ、金属ですね。はい、で右の数値がヤング率となってまして、硬い方、数値が高い方が曲がりにくい材料になっています。硬さですね。そうです、はい、でこれ なんか何が起きるんでしょうか。これから先端を弾きまして、はい、弾くと、はい、どれが一番振動するんですけど、はい、どれが一番振動が速く、すぐに収まるかと、はい、Q 出してもらっていいですか。これなかなか自動的に揺れる。そろそろ。そろそろ来ますかね。はい。もう来ます。もう来ます。お、はいはい。あ、上が、上はもう、はい、もう収まりましたね。下の方はまだ揺れてます、ね。はい。自重と、自重と、あちらの数字で、はい、振動減衰性が決まりまして、はい。まあ、早く収まると、物を運んでいるときに次の動作に移るスピードが速くなるので、はい、生産効率が上がるようになります。どういう生産工程で使われるんでしょうか。これが半導体のウェハーの搬送ハンドなんですけど、ここにウェハーを乗せて物を運んで止まったときに振動するんですけど、その振動がすぐ収まると、まあ、次の動作にすぐ移れるということで、まあ、今までこれ金属が使われてたものをより軽い CFRP 炭素材料を使うことで、はい、ちょっと揺れるけれどもすぐ収まるから、こうどん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 こう流れ作業が速くなるということなんですね。なるほど、 CFRP ってこういう活用法もあるんですね。そうですね、航空宇宙とかスポーツ関係以外にも製造設備でもよく使われています。なるほど、わかりました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありました、ありました、ありました。はい、はい、ありがとうございます。まあ、個人的な CFRP は大学院の時に研究してたんですけど、まあ、こんな使い方があるのかというちょっと個人的にもちょっと発見でした。こちらですね。はい、こちら参りましょう。あ、見えてきましたね。コールドジェットテクノロジーズという会社さんですね。まあ、アメリカの会社さんだと聞いているんですけれども、なかなか面白そうな企業ですね。はい、あ、こちらですね。担当者さんいらっしゃるかな。いらっしゃったかな。はい、こちらはどんな企業かというと、ドライアイスで洗浄すると、まあ、あの映像に載ってますけれども、まあ、非常にマニアックなんですが、まあ、プラスチック樹脂とかをですね、成形する作るときっていうのは熱と圧力でバーッと、まあ、プレスみたいなことをするんですけれども、その洗浄をに革命を起こすというような企業だと聞いておりますが、今ちょっと実演がね、できると聞いていたんですけれども、ちょっとご対応はなかなか難しそうですかね。どうしましょうか。ご担当者さんがいらっしゃれば、あ、おそらくこの方なんですね。ちょっとご対応中ということで、はい、あ、今わかりましたね。すいません、すいません、テレビ東京なんですけれども、まずすいません、こちら実演をしたいなと思ってるが、その前にまずどういう商品なんでしょうか。弊社ドライアイスを使いまして、金属金型、金属製品などの汚れを傷をつけずに落とすという機械を作っております。で、ドライアイス普通はどうやって、はい、今まではどうやってこう洗浄してたものを、アルコールであるとか、 あとは物理的に金属のヘラとかですね、そういった有機溶剤を使ってやっていただくとかっていう形になります。これ今実演をすることは可能なんでしょうか。ぜひとも、はい、すぐできます。
こちらは、まあ、金型を模した金属の板ですね。そうですね、ステンレスの。で、これが何ですか？これはあの、ラッカースプレーでちょっと塗装にさせて汚してるわけですね。はい。あと、油汚れ用に、こういったクレヨンの汚れを、カードつけさせていただきました。で、これを、はい。いいですか？はい。いきます。はい。これ近くても大丈夫です。大丈夫です。はい。はい、じゃあ行きます。はい。おお。はい。行きます。ああ。わあ、すごい。わあ、綺麗に色が。はい、吹き飛んだということですね。そうですね。特にこういった溝で手が入りづらいところであったりとか、まあ、串歯と言われるような、この溝になったようなところというのにおいては、流体で当たりますので有効的です。これ、あの、ドライアイス、まあ、CO2 だと思うんですけど、はい、それであることの良さっていうのは何なんでしょう？まずドライアイス自身が CO2 っていうところで、CO2 をわざわざこのドライアイスのために作ってるのではなく、よくあのプラントと言われる石油工場であるとか、製鉄所、大きなところから排出されるドライアイスを再利用、回収させていただいて、それをまあドライアイスに変換しているというので、リサイクルではなくリユースという形で再利用をさせていただいてます。なので、エコというところにおいては、もともと大気開放されるものを再利用しているというところにおいては、十分で、さらに洗浄というので、先ほど言いましたアルコールであるとか有機化合物を使っていただかなくても落とせるというところにおいて、エコプラス、まあ、そういった化学物質を使わずに洗浄ができるというので、二重で環境に貢献しているのかなというふうに思って。その洗浄のメカニズムってどういうところになってるんですか？ですね、こちらの方にございるんですが、はい、いいですか？あ、はい。まずインパクトということで、物理的にドライアイスを汚れに対してぶつける洗浄効果と、物理的ですね。はい。あとドライアイス自身がですね、マイナス80度の急冷をすることによって、熱膨張率、金属とか色のものというのは温めると膨らみます。冷やすと縮まりますっていうところで、金属と汚れの熱膨張率の違いにより、金属は熱膨張率低いです。だからあまり変化が少ない。でも汚れに関しては熱膨張率が大きいので、汚れ、ちょっとかさぶたのように剥がれるっていう効果が一番の効果だと思います。あと最後に、ドライアイス自身が固体から気体に変わるときに体積膨張が800倍に膨張します。そう。そのことによって小さな爆発を連続で起こしているというので、汚れを浮き上がらせるという、これ3つの物理的な効果を。で、隙間に入り、この隙間の中にある汚れの中にこの固体が入るけど、それが800倍にバーってなることで、ことによって汚れを浮き上がらせる。はい、こちらアメリカの会社さんでいらっしゃると思うんですけど、はい、ですか、日本でこれ、はい、普及は、私あの大学院の時まさにこういうヘラでやってた記憶があるんですけども、はい、どうなんでしょう、普及してるんでしょうか、日本は。今現状弊社としては日本に技術としてましては、代理店さん販売で約30年ほど前からやらせていただいてまして、工場デッドとしての日本支社に関しては11年前からやらせていただいております。で、最近ですとやっぱりコロナの関係もあって、まあ、需要が減ったところもあるんですが、やはりその最近の人手不足を解消のために、こういった機械を使っていただいて作業効率のアップというところにおいて問い合わせをたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さて、どんどん参りましょう。まあ、こちらプラスチック店ということで、そのプラスチックを実際に作る過程での洗浄をどうするのかという、まあ、非常に細かいところですけれども、まあ、実際やる上では非常に重要なところにおいての面白い技術ということでしたね。はい、さあ、どんどん参りたいと思います。まあ、ちなみにドライアイス CO2 っていうのはこの蒸圧ですね、通常の環境においては、固体から液体を吹っ飛ばして、まあ、気体になるという、まあ、性質がありますから、先ほど言ってたように800倍にいきなり固体から気体にドーンと、まあ、それを使って洗浄しているということですね。はい、どんどん参りましょう。続いてはこちらもまだ高機能樹脂ゾーンということで、非常にやっぱカーボン材料が来てるなという感じを受けますね。はい、こちらはプラスチックゾーンですね。左手でしょうか。はい、はい、さらにまたぐわけでしょうかね。続いて
あの話はしてます、はい、はい、ということでようやくここブース6まで来ました。はい、まだここに大きい壁があるんですが、まだあちらにブース7、ブースというかホールですね、ホール7、ホール8がございます。ちょっと早歩きで行きましょう。あの昨日私あの一日下見したんですけど、本当に一日じゃ回りきれない、本当に数多くの企業が出展しています。はい、910社ということで世界最大級の素材技術展というふうになっています。さあどんどん行きたいなと思うんですが、続いては、キャノンさんに行きたいなと思っております。はい、プリンターでおなじみのキャノンさんですが、その技術を活用した面白いものを置いているというところですね。はい、まもなく到着予定でございます。皆様どうぞロングカードの安い位置へお越しください。それでは始めてまいりましょう。皆様改めまして、はい、こんにちは。あ、ありました、ありました。本日は MKS キャノンさんですね。はい、はい、人だかりができております。注目度の高さが伺えるんですけれども、はい、すいません、テレビ東京なんですけれども、今ちょっとライブ配信しておりまして、はい、もうまあ、ネット上でライブ配信してるんですけれども、はいはい、そちらお話伺えたらなと思ってるんですが、はい、今はご対応中でいらっしゃるんでしょうか。今すいません、たまたまメディア担当の2人がちょっと対応中でして。なるほど、はい、じゃあこの後また後の持ち物の方がいいですね。あ、はい、何分後ぐらいに、あ、5分後ぐらいですね。はい、じゃあちょっと5分後ぐらいにまた来ますんで、はい、すいません、まあ、どんな技術あの展示しているかちょっと後ほどということでお願いいたします。はい、よろしいですかね。通路2つ、ね、はい、わかりました。はい、はい、改めてですけれども幕張メッセからライブ配信でお伝えしています。後期の素材ウィークということで世界最大級の素材見本市という形で開催されています。はい、わかりました。はい、続いてですね、行きたいのは日本アルビオニクスということで、日本アルビオニクス、こちらにありそうですね。ないですか？ないですかね。申し訳ありません。ちょっとグダグダになっておりますが、アデカさんがここにあるんで、あ、でもここにあるはずですね。こっちか。あ、これだ、これだ。はい、はい、こちらやってきました。何回も申し訳ないんですが、これも炭素繊維の CFRP 関連ということなんですけれども、あ、失礼します、このテレビ東京なんですけど、すみません、今ちょうど今お昼行っちゃったりとかしてて、ちょっとタイミング悪いかな。タイミングが悪い、そうですね。なるほど、こちらもちょっとタイミングが悪いということで、じゃあ、あと1時間後にはちょっと、30分終わってる可能性がありまして、ちょっとそしたら、今ちょっと説明終わったら、そのものがちょっと対応するので。そうですか、わかりました。はい、あのこちらもすみません、ちょっと個人的関心事項に偏ってる気もするんですけれども、接合イノベーションということで、あの、あ、上、あっち見てるんですか、はい、接着接合エキスポ、あ、左ですね、接合接着エキスポということで、非常にまあちょっと地味かもしれないんですけれども、まあ、複数の部品をくっつけるということにフォーカスしたこのエキスポとなっておりまして、ここは接合ですね。で、特徴としては異種材接合、異種接合と呼ばれているんですけれども、まあ、例えば金属と金属だったらなんかまあ溶かしてくっつけるとかって想像がつくと思うんですけど、じゃあ例えば金属とプラスチック、まあ、炭素を含んだプラスチックどうやってくっつけるのか、一体どうやってくっつけるのか、まあ、なんかネジとかで止めるっていう方法もあると思うんですけども、直接くっつけるにはどうしたらいいのかというのがまあ非常に多分想像してもなかなかイメージできないと思うんですけど、そういった異種接合ですね、その技術を、開発している会社さんということなんですけれども、じゃあここは近くに東和合成さんが
ありますよね。東亜合成さんちょっと先に行きますか。はい、はい、ではその同じですね、接合とか接着関連で東亜合成さん近くにありますので先そちら行きたいなと思います。はい、あ、こちら攻めダイン、はい、攻めダインですね、はい、でこちらは東亜合成とかアロンアルファということで、まあ、バチバチのライバル関係でいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと今回はちょっともちろんアロンアルファの東亜合成さんの方をお邪魔したいなと思います。あー、すごい注目を集めてますね。かなりの注目を集めているんですけれども、はー、やっぱり私が行きたいなと思ってるところはやっぱり注目度高いんで占有されておりますけれども、はい、こちらもちょっとタイミングが悪そうで、すね、はい、まあ、こちらも、まあ、アロンアルファの東亜合成さんということで接着剤関連ということですか、ある、まあ、あるものに特化した接着剤ということで、すみません、テレビ東京なんですけれども、はいはい、今ちょっとライブ配信中でございまして、はいはいはい、今ちょっともう人がいるんですけれども、このバイポーラ型の、バイポーラ型の接着剤についてお話を伺いたいなと思ってるんですけれども、担当がこちらなんです。まさにこの方です。承知しました。いや、ちょっと、はい、後ほどでよろしいですか。じゃあ10分後ぐらい。あ、分かりました。はいはい、はい、ということでなかなかタイミングが合わないというところです。またすいません、10分後ぐらいにお伺いさせて、すいません、よろしくお願いします。はいはい、あ、分かりました。はい、まあ、先ほど以上お伝えしましたが、セメダインとアロンアルファバチバチのライバル関係さんが遠い面ですね。はい、じゃあ、キャノンに戻りますか。はい、はい、わかりました。はい、こちらですね、左ですね。はい、はい、今後期の素材リークの会場からライブ配信しております。果たしてこんなマニアックなライブ配信需要があるのかと不安に思いながらやっておりますけれども、はい、続けていきたいなと思います。どちらでしょうかね。キャノンさんに戻りたいんですけれども、この辺で曲がりましょうか。この辺で曲がりましょうかね。はい、まあ、素材は間違いなくものづくりの土台ということで、このまあ素材の産業がですね、いかに元気かというのはまあ日本のものづくりを考える上においてまあ当然重要になってくるわけなんですが、まあ、この感情を見てもですね、まだまだ元気なんだというのを本当に感じると、皆さん感じると思います。本当に熱気に満ち溢れてます。はい、戻ってまいりました。キャノンさんですね、いかがでしょうか、いかがでしょうか。はい、これにより実践兵器のシングルパルスと比較し、同じパルス数にも変わらずバーストパルスの方が、すみません、テレビ東京の今高速度を実現していることがわかります。はい、大丈夫ですか。はい、OK が出ました。はい、そしてこれは一体何なんでしょうか。これはですね、黒色反射防止塗料という塗料を、こちら左側は塗った OK で、左右側は塗ってないもの、箱にですね、箱もないのに、はい、箱ですね、はい、で、あらゆる角度からの光を反射する、反射を抑えるための塗料で、まあ、見ていただくと分かるんですけど、右側の中に物が入っている。これカメラで映りますかね。映りますかね。はい、ワイングラスですね。はい。と、左が入っている。左側もですね。これもしかして今ライトをガンガン焚いてるのでちょっと見えてしまってるんですが、ライトを振ると、はい、今通常の状態にしておりますが、そうすると右側は確かに若干ですがグラス見えますね。さあ今度はグラス見えますね。一方左
のはずでの、これ肉眼では全く見えないんですね。でカメラ上でもこれは見えないです。だけど中には実はこれが入ってると、はい、いうことで極めて黒い、はい、塗料ということです。どういうメカニズムなんですか。ですね、光の吸収と拡散、はい、まあ、要は光 の, その道筋をコントロールしてですね、はい、全く反射極力を抑えるということで、この下のそうですね、こういうパネルにございますけれども、はい、でその入射角0度から85度っていう、まあ、垂直から真横まで の反射を、まあ、全てなくすという目的で設計をしております。まあ、我々ってのはこう反射して、光が反射して目に入ってきたものを捉えて、まあ、見えてると認識してると思うんですけど、これはまずそもそも光を吸収しちゃうっていうのがあって、で反射光がどうなるんですか。ちっちゃくなるんですか。いろんな場所角度に散るので、反射されしないのと同じになってしまう。だから100の光が100の方向にバーンと飛んでって1しか目に入ってこないみたいなことなんです。なるほどなるほど。ただまあこういう極めて黒い塗料とかって、まあまあ、数年前からあるような気もするんですけれども、それとの違いというのは何なんでしょう。もともとその静電植毛っていうその毛ですね、毛のこたつとかの裏についてるようなその機材 の, あの毛落ちとかの不具合を直すためっていうこの機材の作っているので、まあ、こすっても取れないということなんですけれど、そこを作るこの構造ですね、これがちょっと独自の技術を使っていまして、こういった立体構造をこすっても取れないような状態で設計しているみたいな。でこれまでもなんかたまにニュースとかになっていたんですけど、確かカーボンナノチューブとかを使っていたものって、はい、たまにこうニュースになって、はい、真っ黒な車みたいな、はい、でニュースになったりするんですけど、今回はそういう高価なものは使ってないんですか。使ってません、はい、極力幅広い、はい、方々に汎用的に使っていただきたいというのが目的ですので、極力そこはなるべく効果にしないということを目指しています。質問が、はい、今これ衣類に使えるんですかという質問が。衣類ですか、はい、衣類にはちょっと厳しいかもしれません、はいはい、わかりました。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、ということで極めて黒い塗料ということで、キャノンさんの最新の技術でした。ありがとうございました。はい、よろしいですかね。はい、では続いては日本、先ほどの日本アビオニクスさんですね。はまだかな、あ、それはまだ。じゃあアロンアルファでおなじみの東亜合成さんのところに戻りたいなと思います。こっちの方だったと思いますが、参りましょう。はい、でまあ、この接着とか接合とかのエリアなんですけれども、まあ、非常に地味な分野ではあるんですけれども、ただまあ工学的には非常に重要な分野でして、まあ、例えば車とかっていうのはもう本当にもう数千もの部品が使われているわけですけれども、その使われている素材がたとえ強かったとしてもですね、その部品と部品をつなげ合わせるところが弱かったら、そこにまあ力が集中してパキッとまあ割れてしまうわけなんですね。ということで、いかにこう強く接合接着するかっていうのは、まあ、極めて重要、まあ、地味なんですけど極めて重要なんですね。でその、注目の2つの企業をご紹介したいなと思っております。東亜合成、アロンアルファでおなじみの東亜合成さんのブースに行きたいなと思っております。さて、いかがでしょうか。行きますでしょうか。すみません、テレビ東京、テレビ東京です。はい、すみません。こちらですね。よろしいですか。はい。はい、こちらの、申し訳ないです。すみません。はい。こちらの方ですね。ハイポーラ型電池、C
シール用接着剤ということですか、はい、これはどういう用途ですか。これはもうベンチもまさしくシールするというところの接着剤ですね。なるほど。これバイポーラ型というところですけれども、はい、どういう特徴が。これはトヨタさんの資料になるんですけれども、はい、こちらは従来型で、一つずつセルが独立してるんですよね。はい、乾電池みたいな。そう、そんなイメージで、それを積層することによって、まあ、長さがあるので短くなる。それによって電流が多く流せるということでパワーが出るということで、いろんな、まあ、最近ですとアクアクラウンセプレクサスの RX というものに採用されます。この電池、まあ、ちょっと本当にこれだいぶマニアックな話になるんですけれども、まあ、車とかっていうのはこういった感じ、まあ、乾電池みたいなちっちゃい電池がまあ数千個敷き詰められているわけなんですね。で一方これはっていうのは、まあ、この一個一個の乾電池 の外装管みたいなのをもう介して直接まあつなげてしまったような形と、まあ、細かいことを言うとこっちだとですね一個の終電帯に負極一個の終電帯に正極みたいな感じなんですけれども、こっち一つの終電帯の片側にまあ正極負極ということでこの終電帯っていうパーツも減らせる。そしてさっき言ったまあ外装管、まあ、外の管管ですね、それも減らせるっていうことで小さくなる。まあ、かつしかもこれこの面が全部電流が通るわけですからね。一方こっちは、まあ、ここは大電流が通りますけれども次のこうセルに行くときにはこう電流 の通路が狭くなってしまうということで非常にこう電流のこう流れもこう不安定になる。一方こっちは安定して大電流がバンと流れるという、まあ、割とこれ革新的なバイポーラ型の電池、まあ、トヨタが開発したっていうのはこれ2011年、去年ですかね、まあ、新型アクアに搭載されて、まあ、どんどん搭載されていってるんですけれども、その実現の裏にはこれがあったんです。なるほど。でこれあの、まあ、構造としてはですね非常に革新的なんですけれども、まあ、一番のこの弱点というのはもしですねここの電解液が隣の電解液に漏れてしまったらこれショートっていう短絡ですね、ショートっていうのが起きてこれが非常に厄介なので、そのどうやってこの電解液を漏らさないかっていうところが大きな課題だったんですけれども、今回そのポイントっていうのが今回の接着剤だったっていう、そうです、何でしょうか、はい、そうです、そういうことですか、はい、はい、ということで、ただまああのこれまあこう風刺するっていう方法っていうのは接着剤以外にもいろいろあるか、接着剤という手法じゃなくてもいろんな方法あるかなと思うんですけど、はい、なぜ接着剤なんでしょうか。まあそこはまあ元々はトヨタさんの発想なんですけれども、まあそうすると生産工程も簡略化できるとかですね、それから材料も安くできるというところがまあ一番の理由だと我々は考えています。でこれ接着剤、まあ、専用接着剤というんですけども、そうです、普通の接着剤とは何が違うんでしょう。そういう対電解液とかですね、あの生産性を考えて、まあ、結果的にホットメルト型の接着剤をご採用いただくというところですね、はい、まあ、今これトヨタさんだけになってますけれども、はい、他の会社さんでも今どうでしょう、関心のあるか。そうですね、まだ、まあ、今回は初めてようやく発表させていただいておりますので、まあ、今後そういうところは我々としても期待をしております。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ということでバイポーラ型電池という、まあ、革新的な組電池、実はこの東亜合成アロンアルファさんのアロンアルファの東亜合成さんの、接着剤が使われていたということですね、はい、あではなく日本アル大丈夫ですか。確かに厳しいですね。ちょっと一度、CFRP の日本アルメディオさんのところに一回戻ろうと思います。はい、まあ、先ほど のバイポーラ電池というのはですね、あの私あの理系通信という、まあ、マニアックなニュースをたびたび配信してるんですが、そこでも1年前にですね取り上げたんですが、その時トヨタさんにですねこれどういう技術的ポイントあるんですかと問い合わせてもですね何も答えてくれなかったんですけども、今回ようやくですね、あ、接着剤使われてたんだというふうに、意外とシンプルに接着剤使ってたんだということで、まあ、個人的にちょっと驚きでございました。はい、あこちらですね、はい、すみません、テレビ東京なんですけれども、はい、今どうでしょうか。このメンバーたちと一緒に行っちゃった。どうします、じゃあ、なんか、はい、まあ、先ほども説明しましたけれども樹脂ですね、まあ、プラスチックと金属を直接ボルトとかネジとかで使わずに直接くっつけて、一体どうやってくっつけているのか、接合しているのかと
ったところですね、聞きたいなと思っています。マルチトランスにも対応しているため、同時カード順序通電や異なる2工程の設備交換を行います。はい、お待ちください。電池下部用インバータ溶接電源のインバータ式溶接電源 NRWIN400TE トランス NTIN8440B。まあ、もうここ CFRT と、はい、金属金属がどうやってくっつけてるんですかって、ああそういうことですね、はい、はい、まあ、おそらくあそこの話になるんですかね、大体そうですね、この辺に書いてあるものと、あとこちらでちょっと今連続で動画流してるんですけ ど、 ど、その中にコンテンツとして生まれてはいます、はい、なるほど。今これこの、はい、1枚紙で説明していただけますか。あ、はい、わかりました、はい。弊社で、まあ、やっぱり気になるのはですね、やっぱ樹脂と金属って別のものをどうやってくっつけてるのかっていうところなんですけど、で、はい、普通はまあ樹脂と金属でつかないっていうのをご存知かと思うんですけど、はい、前工程として、特殊なプロセスを踏んでおります。で、具体的に言うと、レーザーで、表面に、微細な穴をディンプル加工っていうんですけど、たくさん微細な穴を開けて、その後金属と樹脂の方を、プラズマ処理をします。ご清聴ありがとうございました。で、その後にこのコテで熱をかけながら加圧することによって、で樹脂が溶けて、この最初に開けた微細な穴の中に樹脂が溶け込んでいって、結合が得られるという形になります。金属にめっちゃ細かい溝をつけて、イメージとしてそうですね。で、熱でその溝に樹脂をこう戻る、ね、なんかまあ絡ませて、みたいな感じですか。こちらが、イメージ図なんですけど、はい、こちらがあの金属のコテになっておりまして、こちらに電気を流すことによって発熱します、はい、で、加圧をかけることによって、こちらの金属側から加圧と加熱をかけて、裏側にある樹脂側が熱が伝わって溶けて、それがこう入ってきているんですね。あ、ちょうどこちらが今まさにこのビデオなんですけど、金属の方にそうですね、ディンプル加工を行っております。微細なこう溝をつけていると、はい、なんか色変わってますけど、あ、そうですね、光沢がなくなったプラズマ処理を施し、で、プラズマ処理をする意味としては、まあ、表面のクリーニングっていうのと、はい、あとはこの後工程で樹脂が溶けて流れ込みやすくするっていう、濡れ性を良くするっていう意味があります、はい、で、はい、もともと弊社ってここの熱溶着とか、そのハンダ付けのプロセスの機械をまあ得意としてやってた会社なんですけども、まあ、温度と時間を精密にコントロールすることで、まあ、この樹脂の溶け込みをするっていうところをやっております。で、まあ、こういうのを他社さんでもやってるところあると思うんですけど、弊社の強みとしてはもともとこちらにノウハウを持ってますので、この部分、つまり今何度ですかっていうのを測りながら、はい、最適な押し方とか押してで、それをまあ毎回毎回同じになるようにコントロールしますので、温度と時間というのを厳密にコントロールしながら樹脂を溶かすところですね。なるほど、まあ、まだまだこの炭素繊維、炭素樹脂とかっていうのは広まってないですけども、はい、引き合いはいかがでしょうか。そうですね、いっぱいあのお問い合わせ等はいただいておりまして、で、まあ、いろんなものに使われる技術だと思いますので、まあ、弊社も、まあ、研究開発しながらこういうふうに展示会とかで紹介させていただいております。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、といった形でして、ちょっとまあ地味ではございますが、2つの材料をどうやってくっつけるのかという点において、まあ、特に難しいのが異種接合ですね。別々の材料をどうやってくっつけるかというところで、今革新的な技術をご紹介されました。はい、ではそろそろ終盤に入ってきております。もう2時ぐらいなんですけど、これまだ大丈夫なんでしょうか。はい、大丈夫ですよね。はい、あと 2,3 個ぐらいですかね。はい、はい、三菱電機さん行って、はい、ニコンさんですね。はい、まああと2つほどですね、紹介できたらなというふうに思っております。はい、はい、では少し場所戻りまして、プラスチックのエリアに行きたいなと思っております。ちょっとここは早歩きで歩けたらと思います。
本当ちょ個人的な関心に偏っている気もしなくもないんですけれども、続いてもですね CFRP、炭素繊維複合材料に関するものなんですけれども、まあ、本当にどん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 こう世の中に実装していくにあたって必要な技術、まあ、さっきの位置接合だったり、そして続いてはですねカットする技術っていうのをですね世界初の技術があるということでご紹介したいなと思います。はい、そろそろですかね、エプソンさんがあってあもう着きますね、はい、続いては三菱電機さんに参ります。あ、来ました来ました、失礼します、すみません、あテレビ東京なんですけれども、はい、今あのテレ東フェスでライブ配信しておりまして、はいはいはい、ちょっとこちらのお話を伺ってもよろしいですかと、はい、はい、あのこちらですね、あの世界初と伺ってるんですけれども、うん、どういったところが世界初でしょうか。あの CFRP を、はい、まあ、レーザーで切るという加工機なんですけれども、はい、今までこの CFRP という材料をレーザーで切るのは非常に難しくてですね、皆さんどこも、まあそのまあ、きれいに切るっていうのはなかなか難しい、きれいに早く切るっていうのはなかなか難しかったところなんですけど、普通はあれみたいに水とか、まあ、ウォータージェットですとか、はい、あとはあのマシリングセンター、はい、まあ、機械加工で、まあ、あのやるのが主流だったんです。それをレーザーでそしてきれいに実現したというところですか、はい、そうですね、はい、実際にこう切れ味とかって分かるものでしょうか。そうですね、はい、まあ、従来の、まあ、レーザーで加工すると、はいはい、まあ、こういった形でですね、まあ、周囲が溶けたり焦げたり、してですね、まあ、加工品質が悪くて、まあ、使い物にならないような感じだったんですけども、まあ、今回開発しましたレーザーですと、まあ、これをこういった形で、まあ、非常にきれいに切ることができています。端を見ても何かこう、うん、あ、もう直角にパシッと切れてる感じがありますね。なるほど。あと、まあ、レーザーですと非常にあのビーム系が小さいものですから、はい、このような、まあ、小さい穴も、加工することができますし、はい、こういったですね文字も、抜くことができます。こういったあの尖った角とかもですね、まあ、しっかり加工することができます。こちらはまあレーザーということで素材に、まあ、若干熱が加わると思うんですけど、そのあたりって大丈夫なんでしょうか。はい、やはり従来のレーザーですと、はい、こうやってあの熱が入りすぎて、はいはい、まあ、焦げたり溶けたりしてたんですけども、まあ、今回はなるべくその熱が入らないように、まあ、すること、まあ、そういう専用の発信機を、まあ、作ることで、きれいに切れる。まだまだ CFRP そこまでこう広がってないですけれども、うん、反応いかがでしょうか。非常に多くのお客様からですね、はい、ご要望いただいておりまして、やはりサンプル加工とか、まあ、そういったものを今やらせてもらって、まあ、その結果をお客様でまあ評価いただいているご来場の皆様こんにちは。これ日本企業からも海外からもどんなこう反応でしょうか。そうですね、まあ、日本の企業からも多いですし、まあ、海外のお客様、まあ、特に多いのは EV 関係で、まあ、どうしても軽量化しないと、まあ、航続距離が伸びないとかですね、まあ、そういった課題があるので、こういった軽くて強い材料っていうのは非常に注目されています。いいことだとやっぱり中国企業からとかの関心が、そうですね、そういったところも多いですね。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、といった形で、まあ、今回もちょっと CFRP 関連でしたけども、それをいかにきれいに切るかという技術の世界初のレーザーカット装置ということでしたね。はい、ありがとうございました。まあ、で今も、言及があったのは、まあ、EV、そして、先ほどの東亜合成の、まあ、バイポーラー型電池用の接着剤というのは、まあ、広く言えば EV の話ということで、やはり EV、電気自動車っていうのがこの素材の展示会でもかなりのテーマになってきていますね。で、そしてやっぱり EV というと、もう日本企業ちょっと出遅れてるんじゃないかという中で、まあ、そもそも車メーカー大丈夫なのかとか、まあ、電池メーカー大丈夫なのかという心配もありますが、まあ、材料メーカーもですね、
まあ、やはりちょっと日本企業そもそもの最終の自動車メーカーがですね、まあ、世界からは電動化ちょっと遅れているということで、材料メーカーに少しですね、その余波を受けているというようなところを感じます。はい、続いてというか最後にしたいなと思っております、ニコン、ニコンさん、あ、ごめんなさい、ニコンさんに行きたいなと思っていますが、まだですかね、これは。まだ曲がらない、まだ曲がらないですかね。はい、またかな、日本ファインセラミックスさん、はい、もうちょっと先ですね、杉野があって取り寄せられる、はい、分かりました。はい、おそらくここまで20ぐらいのブースを紹介してきたと思いますが、続いてがちょっと時間も時間なので最後にしないと、新たな製造プロセスに必要な装置開発を行ってまいります。はい、ちょっとまさかのフロアディレクターが先輩っていうことで、先輩がフロアディレクターがちょっとやりづらいという面もありますけれども、はい、まあまあいろいろ先導していただければ、やらせていただきたいと思います。はい、続いてっていうか最後なんですけれども、あれ、いろいろ飛ばしてしまいましたか。あれ、取り寄せです。かなり、さすが、ちょっと待ちください、何か、あ、だいぶ飛ばしてしまいました、戻ります、急いで戻ります、はい、最後はニコンさん、紹介したいなと思っております。はい、後期の素材ウィークという展示会からライブ配信しています、まあ、やはり素材関連、日本企業強いということで、非常に活気を感じるんですが、最後はですね、ちょっと日本大丈夫かというような話になるかと思います。こっちですね、こっちですね、杉野さんがここなので、あ、ということはここだ、はい、ありました、ニコン、光学技術でおなじみのニコン、あ、失礼します、すみません、テレビ東京なんですけども、今ライブ配信してます、よろしいですか。はい、お願いします、はい、こちら、はい、金属 3D プリンターをご紹介いただけるということなんですが、はい、はい、まあ、まずですね、まずこちらです、はい、こちらが造形している状態ですね。レーザーで溶かし込んだところに粉体を噴射して、一層一層積層していくという造形方式でして、このような造形品が出来上がります。はい、でこういう装置を使って、ニコンはですね、プリンターをやってますし、あとレーザーで、こちらですね、除去加工もやってます。レーザーで、切削する装置の方もですね、商品化させていただいているというところになります。はい、この金属 3D プリンターって、あの金属 AM とかって呼ばれてるものですよね。はい、はい、そうですね、はい、でこれ最近ですね、結構この金属 3D プリンターの分野、日本がかなり遅れてる、はい、欧米に比べてかなり遅れてて、はい、日本のものづくり大丈夫かみたいな記事をよく見かけるんですけど、はい、おっしゃる通りだと思います。おっしゃる通り、はい、おっしゃる通りですね。なぜこんな状況になってるのか、はい、大きく3つ問題あると思ってまして、はいはい、ものづくりは、まあ、大きく3つの工程があります。はい、まあ、設計の工程と製造と、あとは検査ですね。でそれぞれ3つの工程で壁があるというふうに考えています。でまず1つなんですが、まあ、金属プリンターというとですね、まあ、こういうような形状のイメージ感ですね、あると思うんですけれども、まあ、日本の製造業の方々に関しては、まあ、なかなか馴染みもないので、例えばこの金型ですね、はいはい、まあ、金型のこの表面にコーティングをするような、まあ、そういう土台自体は、はい、土台自体は金型です。はい、鋳造で。で、この上にコーティングのような積層をしてですね、こう硬い材料をコーティングして、で、タイマーも背を上げて、まあ、金属の光沢面を作ってですね、タイマー乗せ上げて何ショットも打てるようにするという、まあ、こういうこととか、あとまあ一つ特徴的なところはやっぱり負荷造形というふうに提案させていただいているんですけれども、はい、この機械加工で作ったパーツですね、この上にこの欲しいところの形ですね、こういうところだけは持ってきましょうと、はい、で当然ゼロからも作れるんですけれども、まあ、こういう機械部品で作った方が早いとか安いとかいうところで、本当に欲しいところだけはプリンティングしましょうと、こういうことをやるとですね、日本の製造業の方々もプリンターの導入というところで一歩躊躇しているところはあると思うんですが、まあ、イメージがしやすいかな
というふうに考えています。まあ、まず入り口と入り口ですね。で、2つ目がその製造なんですけど、はいはい、まあ、大体あの、まあ、弊社の装置、こういう形の冷蔵庫サイズという形でご紹介しています。で、5、6年前ですね、大体あの装置の導入をするには1億から2億用意してくださいというのが、はい、あの通常の話だったんですが、まあ、弊社は光学メーカーですので、一番装置の中のキーパーツである光学系の部品ですね、これを自社で設計して、まあ、製造しているというところで、一番コストのかかるところをギュッと抑えることができたので、まあ、装置の価格はその1億の半分ぐらいまで抑えることができています。それが2つ目。はい、で、3つ目は、あの100個作って100個同じなのかってよく言われるんですね。あ、これを100個作りましたと。で、これが100個同じですかっていうあのところに結構なるので、まあ、日本の製造業は、結構品質うるさいですね。はい、で、これはあのニコンの装置として X 線の検査機も商品として持ってますので、まあ、そちらで検査をして、まあ、きちんと、まあ、中の巣がないとかですね、まあ、そういう管理もしているというところで、その設計と製造と検査、こちらのハードルを下げて、より導入しやすいような提案をさせていただいています。はい、金属 3D プリンターの特徴として、まあ、例えば、多分熱交換器を作るってなったら、はい、シミュレーションでこの形が最適だってなったら、はい、まさにそのまま作れちゃうっていうのがポイントになってるんですよね。はいはい、なので性能にも直結してくるわけですね。はい、そうですね。はい、あのその性能もあのいくつかばらつきがあると思うので、はい、まあ、細かいチューニングを、まあ、メタルで、あの試作をすぐにしてですね、ラピッドで試作をして、まあ、回していくというところで、あの当然その性能アップと、あと納期、試作の期間もですね、短くすることが可能というような形で提案させていただいています。これ欧米ではどこまで進んでるんでしょうか。欧米ではですね、あのボーイングとかエアバスとかの、まあ、まずはあのヒンジ部品とか、あの、まあ、飛行系の部品というよりは、一部その、まあ、あの装置、商品に対してあまり影響のないようなパーツに対しては、あの先行で使われ始めてはいますけれども、あとはロケットとか航空中継ですね、そちらが強いです。まあ、日本もそれにあのなるべく追いついていくということで、はいはい、我々も、提案させていただいています。結構、まあ、今後のものづくりもですね、はい、国際競争力に直結してきそうかなと思うんですけれども、ね、いかがでしょう。はい、そうですね、我々もあの当然この装置海外展開をしていこうと思っています。で、プリンティングとあとこちらの除去の方もですね、合わせて、レーザーをうまく使ってですね、光をうまく料理をしながらものづくりに貢献していきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、あの全部で910社あったんですけども、そのうちの20何個かご紹介できたかなと、思っております。はい、こちらあの明日までまだまだやってますが、あのちなみに一般の方は来れません。基本的にはこれ商談の場ということなので、そういった業界関係者のみが入れるということで、気軽にフラットは来れないんですけれども、はい、明日まで開催されております。はい、ということで、ちょっと初めての、ライブ配信で非常に緊張して何喋ったかも覚えてないんですけれども、はい、まあ、本当に、いかにですね、日本の素材メーカー元気かということが伝わったかなというふうに思います。ただ一方で最後の、まあ、ニコンさんの話のようにですね、金属 3D プリンターというですね、まあ、革新的な新しい技術を取り入れていかないと、なかなか今までの改善だけじゃ太刀打ちできなくなる可能性もあると、ちょっと危機感もあるという点もあるということなので、ぜひともですね、まあ、こういった商談の場を活用していろんなコラボが生まれてイノベーションが起きていってくれたらなというふうに思っております。はい、2時間超える、ライブ配信でしたけれども、お付き合いいただきありがとうございました。ではこれで以上とさせていただこうと思います。ありがとうございました。